はい、はい、弁護士宮迫の YouTube です。よろしくお願いします。今日はですね、はい、ゲストに松竹芸能の大先輩、はい、いやいやそんなことないです、3年ぐらいですね。そうですよね、13年目松竹入って、はいはい、私10年目ぐらいなんで、はいはい、の今野ブルマさんにゲストに来ていただきました、はい、よろしくお願いします。あ、こっちからカメラ、よろしくお願いします。ありがとうございます。ありがたい、こんな主人公というか、はいはい、主役の人が見切れてる画角見たことないですよ。全然いいですとか、もうちょっと寄っていいですか。もうちょっと寄った方がいいですね。ありがとうございます。で、はい、今野ブルマさんに私、はい、だいぶ前から出てほしいなと思ってて、てか YouTube に機会があったら、はい、でちょっとようやくなんかこう出てほしいなって思ってから、うん、もう年単位で時間経っちゃったんですよ。実はそんなに。でその一番出てほしいと思った原因っていうか発端があって、はい、でそれがねこの下ネタ論っていう本なんですよ。あ、私が4年前ぐらいに出したですよね、はい、でというのもブルマさんってこれもしこれ見てる人はまだ今野ブルマのことを知らない人がいるかもしれないので、はいはい、ちょっと自己紹介してもらってもいいですか。わかりました、はい、ちなみにこれはどこまで大丈夫ですか。大丈夫です。いいんですか。大丈夫です、はい、一応あ、いつでも、すごい、うん、こういうニッチなポーチに、キング注意報のニッチなポーチに入れて持ち歩いてるんですけど、うん、はい、じゃあごめんなさい、ロキソニンとか、あ、はい、なんでこれがいるかっていう話ですよね。そうです、はい、はい、じゃあいきます。今野ブルマです。私はどんなお題を言われてもすべてここで謎かけすることができます。まずはちょっと自己紹介がてら私のお気に入りの謎かけを発表します。はい、そしたらじゃあ三輪先生がいらっしゃるので、はい、裁判とかけまして、はい、じゃあこと解きます。その心はどちらも判決想像して傍聴するでしょう。素晴らしい、うん、ありがとうございます。いや、はい、分かりました。今の私は分かるんですけど好きなんで。みんな、あ、そうですね、うん、じゃあなんかお題いただいたら。じゃあなんやろう、お題なんでもいいんですか。はい、じゃあ、うん、ここ私の事務所なんで、はい、事務所とかけます。事務所、はい、事務所難しいか。事務所、なんだろう、事務所か。確かに、はい、芽吹きました。事務所とかけまして、大きすぎること解きます、はい、その心はどちらも痛くすることもあるでしょう。なるほど。どうだろう、意味わかりますか。いや、わかりますわかります。痛くしますよね。すごい、なんかわかるんですけど。いやいやいや、このこう謎かけで、はい、一世を風靡したしてはないです、はい、こう謎かけで一世を風靡した今野ブルマさんなんですけど、はい、深夜2時を風靡しました。いや、でも私すごくその謎かけはもう取っかかりで、うん、ブルマさんのやっぱネタとか、うん、賞レースもたくさん、もう決勝も行かれてますし、うん、そういうネタとかも本当に面白いから、うん、まあ大好きですし、うち夫と2人でテレビ見てゲラゲラ笑ったりとかしてて、でさらに言うと、まあ、マネージャーさんが一緒なんですよね。そうなんですよ、うん、牛島パイセン、はい、はい、で、まあ、そういうご縁で今日ちょっと出ていただいたんですけど、はい、でもね、このね、下ネタ論がちょっと本当に面白くて、で、はい、全然売れてないんですよ。そうなんや。私もうめっちゃ線引きながら読んでますよ。Kindle で、うん、Kindle で線引きながら。わあ、でね、私この YouTube ってまずその一応緩く語る憲法っていうことで、はい、憲法をテーマに始めたんですね。おお。で、いつかこの下ネタと憲法というか、うん、下ネタと表現の自由っていうことで、はい、ブルマさんにゲストに来てほしいと思ったんですよ。下ネタの憲法、うん、で、はい、それって何って思うじゃないですか、はい、でもやっぱ下ネタってその扱いが難しいっていうか、はい、
例えばさっき深夜2時っておっしゃったけど、はい、ゴールデンではなかなかやらせてもらえなかったりとか、であとその場合によってはまあそのセクハラとかにもなりかねないわけですよね、はい、うんうん、でさらに言うとそのまあゴールデンでやれその実演できないのは、まあ、自主的な規制だけど、もしそういうことを一切2時深夜2時でもどんな時間帯でも一切言っちゃダメっていう世の中っていうのも実はあったわけじゃないですか、うん、はいはいはい、それが実は島根太郎に書かれてて、はい、で戦争中にはそういう下ネタとかも、うん、あそうそうそう、ね、はい、禁止されたっていうことをブルマさんちゃんと言及されてるんですよ、はいはい、でそうだそうだ、世の中が平和じゃないと、うん、その下ネタとかって実は言えなくて不謹慎やからって言って、はい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 、っていうこととかも書かれてて、うん、で、平和で自由な世の中じゃないと、うん、まあ、下ネタって言えないんですよね、はい、でまず真っ先に世の中が危うくなってくると下ネタというかそういうその性的なものとかっていうのを禁止してくるんですよ、うん、世の中って、はいはいはい、はい、うん、でそういうことにも実は触れられてるんですこの本。思い出しました、はい、ありましたね、うん、そうなんですよ、でまたあの戦争が落ち着いてきたらそうあの解放されたっていう、そう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 、結構序盤のところですね、序盤ですね、うんうん、でそういうこととかもすごい書かれてて、でやっぱすごいあの実はねその下ネタっていうのはあの奥が深いというか、うん、奥が深いなんかと思って、そうなんですよ、でそのさらに言うと性的なことを女性が言うっていうのも、うん、何重にも実はハードルがあるじゃないですか、はいはいはい、でその何重にもハードルを超えてくることをやってるのがあのブルマさんも書いてたけど、まあ、直近で言うと例えば大久保さんとか、あオアシス、はいはい、っていう風なこととかも書かれてて、その同じことでも男性が言う場合と女性が言う場合とで、うん、世間の受け止めが違ったりするじゃないですか、はい、でそういうことにも触れられてて、はい、これは私は名著だと思ってるんですよ、ありがとうございます。あのこのブルマさんって今まで本何冊書かれてましたっけ？3冊ですよね、はい、で私3冊中2冊は Kindle で買って、わありがとうございます、でこれは実はいただいてるんですけど、まだすみません、はい、途中までしか読んでなくて、全然全然、これこちらがですね、でありがとうございます、はい、こちらはあの最新刊で小説ですよね、はい、今年の4月に出したんですけど、うん、女売れない女芸人の話を出して、それこそちょっと男女差というか、なんかモテたくて芸人になりましたっていう男性はたくさん見てきたんですけど、うん、モテたくて女芸人になりましたって人一人も会ったことなくて、っていうことはつまるところ男性よりも割と純粋に下心なくお笑いが好きでやってるはずなのに、なんとなく男の方がお笑いが好きそうに見える、ほんまや、はい、っていうのを書きたくて、うん、で男社会であるんですけど、例えばじゃあ着替え一つとっても、はいはい、なんかトイレ行こうとすると、うん、いや女やなみたいなのとか、うん、あとまあ一番私が途中でちょっと自分がやりたかったお笑い諦めた瞬間は、やっぱりその舞台上で裸になれないっていう、はい、でそれって別に私裸になりたくないわけじゃなくて、はい、裸になっても笑えないから、はい、ってことはずっと男みたいな私は面白くあれるとか、はい、男に負けないと思ってたんですけど、うん、裸になれない時点でもう勝てないじゃん、はい、ってある日思っちゃって、はい、だからだけどそれでも私は負けません、男よりも面白いですって無理して戦いに行くことって、うん、こうちょっとなんか違和感があって、それってつまるところ面白くないってことなんじゃないかなと思っちゃったんですよ、はい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 、で自然なまま自分らしくっていうことで、うん、それまですっぴんで出たりしてたんですけど、うん、ちょっと化粧して、うん、ありのままの自分があった上で笑いを取ろうっていうので、まあ、下ネタとかに行き着くんですけど、なるほどね、はい、ちょっと自分の話になっちゃったんですけど、いや全然それが聞きたいから、はい、そういう話を、あのこのブルマという人の話を聞きたいから、ありがとうございます、なるほどね、そうなんです、でその女芸人って言われて、うん、あそれで面白くなりたい、うん、可愛いとか綺麗とかじゃなくて大喜利強くなりたいとか、はいはい、ネタの構成しっかりしたいと思ってる女の人にとっての幸せとか特等席って
何なのか、結婚なのか出産なのか売れることなのかっていうのを描きたくて書いた小説なんですよ。はい、うわなるほど、すごい。これがぜん、私のこの視聴してくれてる結構20代とかの女性が意外と見てくれてて、で、DM で見ましたとかってメッセージくれる人とか、見ましたって実際に声かけてくれるのはその人たちなんですよ。20代女子なんですよ。いやだって本当にこれ持ち上げるわけじゃなくて、20代女子とか多分本当に憧れじゃないですか。いやいや理想ですもん、はい、それでなんていうの、20代の女子、自分も20代の女子の時があったわけじゃないですか、うんうん、あるいは10代の女子、はい、でその10代とか20代の時にこういうのを見たかったなみたいな動画を撮りたいんですよ。すごい、そうめっちゃわかる。わかります、わかる、うん、なんかそういう動画がなかったから、そう、なんかこうであるあらないといけないんだ、うん、超つまんない私の人生みたいな、うん、そう自分の可能性狭めてたけど、違う違う違う、最初にそういう人になればいいだけだしっていうのも私も最初に、そうなんですよ、なんでもっとみんな言ってこなかったのみたいなことたくさんありますよね、うん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 、そうですよね、はい、でそれでそのなんていうのかな、まあ私基本的にその容姿にこだわってるわけじゃないんだけど、うんはい、それさっき その自分らしくっていう話と同じなんですけど、うん、そのなんていうのかな、自分がありたい自分でいればいいだけじゃないですか、うんうん、ね、だからそこに優劣とか別にないんだけど、はい、ね、下ネタ論読んでそこに容姿に対する言及とかはそんなにないんですけど、はい、でもやっぱりブルマさん可愛いから、はい、可愛い女子がまず芸人になって下ネタ言うっていうのは何重にもハードルが多分あったんだろうなっていうのも思ったんですよ。ああ確かに、でさっきそれはさっきの女の人が脱いでも面白くないっていうのと、うん、笑えない、はい、面白くないんじゃなくて笑えないんですよね、うんうん、笑っていいっていう同意がないっていうか、はい、うん、だからそういうことにもつながってるなと思ってて、あで私も、ね、今言われるまで気づかなかったけど、はい、モテたいとかじゃなくて、そうなんですよ、なる方がよっぽど真摯な動機ですよね、はい、いやそうなんです。だってよく言うのが、うん、売れれば売れるほどモテなくなるっていうか、なるほど、例えば面白さを追求していったら、はい、森三中の大島さんの裸、はい、サウナに裸がきつかないやつ、でもあれやって、うん、モテなくなるというか、もちろんご結婚、幸せなご結婚されてますけど、鈴木治さんっていうね、その素敵な方に、はい、結果的にそうつながってますけど、うん、でも、ね、面白くなればなるほどモテなくなるっていう、だけど面白くなりたいっていうのが、なんか時々自分でもそれなんなんみたいな、いやそうそうなんですよ。でもね、多分私今思ったけど、私ねもともとこの下ネタ論も憲法とか難しいこととか考えながら読んだって言ったじゃないですか、うん、今の話聞いて思ったんですけど、女子は勉強すればするほどモテなくなるとも言われてるじゃないですか、うん、確かに、そことスペック高くなればなるほどってことですよね。 それってなんなんってずっと思ってるんですよ、うん、本当だ、よく言われるけど、はい、でもなんかそれなんかすごいおかしくないみたいな、うん、それこそそのなんていうのかな、自分がありたいようにあるのは自分のその能力を磨くことなわけじゃないですか、はいはいはい、それをすればするほど、うん、男はモテるけど、うん、女はモテなくなるっていう、なりますね、本当っすね、ここのどう思います、そうですね、回答としては、回答としては、うん、そのなぜかってことですか、なぜかっていうこともそうですし、うん、そのモテたいっていう動機の正しさというか、うん、というのも、はあ、うん、私はそこは一定のその答えがあって、はい、今初めてこれ披露しますけど、はい、私はなんかもともと自分がですよ、自分が好きになるタイプの男の人がちょっとニッチなんですよ、はい、すごいなんかそんなに世の中にたくさんいるパターンの人じゃない人のことを好きになるから、確かに旦那様もちょっとあれですし、もともとその私がお笑いとか好きなのは、うん、昔付き合ってた人がお笑いが好きで、はい、よくこうなんかネタのそれこそ構成とか、うん、振りとかオチとか、はい、笑い待ちとか、はい、いろんなことを
言ってくる人だったんですよ、はいはいはい、でそれであの司法試験長くかかったんですけど、その司法試験ですごいもうグズ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 してる時にも、例えばその売れっ子の芸人さんを例えにして、うん、これまでやってきたことが無駄じゃないみたいな話をしてくれたりとかしたんですよ。例えばそれどういうことかっていうと、うん、なんかその昔なんか岡村さんかなんかが言ってたんだと思うんですけど、はい、そのある日突然面白くなることもなければ、うん、おもんなくなることもないと。お、昨日の自分と明日の自分がめっちゃ違うってことはないから、うん、昨日までの自分とのその急におもんなくなったらどうしようって芸人さんは心配になったりするらしいんですけど、なる、それはない、泣きそうっていう話をして、そう、いい話、いい話です、泣きそうです。でそれでそういう話を聞いて、泣きそうだな、ね、いい話。だから昨日までやってきた勉強は全然無駄じゃない、うん、急に忘れたりしないから、こうやって積み重ねていけばいいっていう話を受験勉強との絡みで、すごい人、え、もういい人かどうかもさ分かんないんですけど、その人見て本当に、いや、すごい、いや、それで、いい話、そういう話とか、うん、あとなんかその、あの私これ今もテレビ出る時に意識してるんですけど、はい、まあ、テレビ出る時だけじゃなくて普段から意識してるんですけど、はい、あのまあ、その元彼がお笑いが好きやったから、うんうん、その人間のその面白いことを言おうとしたらあかんってめっちゃ言われたんですよ。あ、わかります、わかります。その人間の面白さが、うん、で出て面白さが人に伝わるから、うん、あえて面白いことを言おうとしたりやろうとしたりすると滑るだけやし、そういうのは伝わるから、うん、自分を大きく見せようとしたらあかんっていうことも、うん、昔言われてて、てか待って、その人どこにいたんですか。っていうこととかを言われたりとか、いや、待って、泣かしてしまいました。すごい人、え、その人独身ですか。独身じゃないです、独身じゃないんですけど。すごい、そうなんです、すいません、いやいや、こぼれちゃった。うん、ちょっとね、いい話、私まさか三輪先生の YouTube で泣くと思って、そんなつもりで来てる、ごめんなさい。それで、はい、あの人間の面白さが、うん、あのそのままネタとかの面白さになる、うん、ね、私はネタはやらないけど、うんうん、っていう風に言われてて、うん、でそういうのもすごい自分の中では大事にしてたんですね、うん、でその受験の時に長くかかるじゃないですか、うん、でそれも例えばタモさんが売れたのは何歳とか、はいはいはい、そういう風に、そうそうそう、あの北野武さんも30まで売れてなかったってよく芸人界で大丈夫大丈夫ってなるけど、うん、みんなやっぱ今30以上の人ばっかりだから、ね、正直、うん、そうそうあれみたいな、そうですよね、いや、そうなんですよ、うん、そういうことを言われてたから、そのでまあもともとそういう人と付き合ってたから、うん、まあ、芸人さんとか大好きで、うん、リスペクトがすごいあるんですよ、はい、っていう話で、でブルマさんもやっぱこの本を読んでたら人間がだいぶ変わってるのは分かるから、うん、面白い、変わってます、うん、変わってるっていうか、あの興味深い、面白いなっていうのもあり、あ、うん、うれぴー、はい、あの宮さん、はい、面白くなればなるほどとか、うん、はい、スペックが上がれば上がるほど、そう、モテなくなるっていう話、明確な答えがあるって、そう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 、それで、あ、すみません、だいぶ話がそれた、それじゃないだからね、そうそうそう、あれって思って私も飛んだんですけど、 それで、はい、そういうなんかちょっとなんていうの、ニッチな人のことが、はい、自分は好きやから、はいはいはい、でそうするとモテたいっていうのは、はい、その他の自分が好きじゃない人からの矢印が自分に向かうってことじゃないですか。はいはいはい。で、私はだからそれはいらないなっていう。だからモテたいっていう動機自体を最初からそんなに持ってないんですよ。人間として。本当だ。で、常にモテたいっていうのは他人からの矢印じゃないですか。はい、それがいっぱい欲しいみたいな話じゃないですか。はい、でも私は自分からの矢印がこういう風になればいいだけやから、モテたいっていうのがそんなに正直ないんですよね。めっちゃわかるかも、うん、ないかもしれないな。でしょ、多分そんなないんちゃうかなと思って、はい、ないない、うん、なんか確かに、うんうん、それこそずれ中学生の時とか、うん、なんかみんなが笑ってくれたらそれでいいみたいのがあって、でその
モテたい人たちを否定するわけじゃないんですけど、うんうん、常にその男子の目線を気にしてる子っているじゃないですか、はいはい、とかはちょっと生き方が全く違うなっていうのはありました、うん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 、大事にしてるものとか。で私もともとすごいギャルだったんですけど、はい、なんかすごいですよね、あの写真見た、はい、本当ですか、うん、あのそう西東京のピーターさんみたいなやつだったんですけど、はいはいはい、なんかギャルって、うん、私めちゃくちゃエッグど真ん中のすごいギャルなんですけど、はい、ギャルって男受け狙った途端にギャルじゃなくなって、これすごい女芸人にもすごい精通してるな、精通って私が言うと下ネタ気持ちが精通してるなって思うんですけど、うん、あくまで自分がいいと思ってるからやるっていうのがあって、はいはい、でも結構えギャルに私もギャルメイクしたいから教えてってその可愛い子が言ってくるんですよ、ね、はい、可愛い子に限って言ってくるんですよ、うん、でこうこうこうだよって LINE とかもあえてぐちゃぐちゃなのがギャルというか当時の、なるほど、なんですよ、はい、丁寧に引いたらもうギャルじゃないんですよ、うん、自分が引きたいとこまで引いて、うん、オレンジとかも雑に乗せてて、うん、エクステとかもちょっとパサついてるぐらいがギャルだったんです当時。今は綺麗になったんですけど、そうなんや。でもそういう子たちって、うん、私がどんなにメイクしても自分で綺麗に引き直しちゃうんですね。なるほど。したらもうそれギャルじゃないよっていう、あくまで男の人に綺麗と思われるためにやるんですよね。でギャルはギャルになるためのギャルなので、なるほどです、自分のためのギャルなんや。そうなんです。でもまあそのギャルを目指してる人たちからギャルって認められたいっていうのもあるんですけど、はいはいはい、だからそこになんかこう一般的な美はあんまりなくて、はい、そうなんです。で女芸人もちょっとなんかそういうところがあるなって思うんですよね。その男の人に可愛いって思われたいじゃなくて、はい、面白いって思われたい、なるほど、というかすごい。でなんかだからそういう風になんていうのか、だから モテるっていうのが私の場合はそんなになくて、だからそれ多分ブルマさんもそんなないでしょうね、うん、ないです。あの清潔感は持っておこうとかはなんか自分下ネタ始めた時に髪の毛とか黒くしてるんですけど、はい、それこそ下ネタのに書いたんですけど、はいはい、なんか結構コンサバに寄せたんですよ、はい、それまではちょっと髪の毛がピンクだったりとか、うんうんうん、途中あえてすっぴんだったりもしたんですけど、はい、なんかどういう人が下ネタ言ったら面白いかなっていうので、音大卒の女子大生が下ネタ言うのが一番ギャップがあっていいかなと思って綺麗めにはしてるんですけど、はい、モテたいためじゃなくて下ネタを立たせるためであって、はい、そうなんですよ。だからモテたいは確かないかもしれないですね。なるほどね。いやだからなんかそのでもそのなんていうのかな、例えば面白くなればなるほど勉強すればするほどモテなくなるっていうのは、うん、だから私正しくないと思ってて、はいはい、なんでかっていうと、あのその自分がハッピーなそのパートナーシップを結ぶためには一、うん、人でいいじゃないですか、自分のこと好きになってくれる人、はいはい、だからそういう意味では別にモテたから幸せになるとかっていうことはないから、うん、ないと思うんですよねっていうところに私は答えを持ってるっていう話でした。あーすごいわかります、うん、そうですね。でそのモテるために自分がやりたいこととか言いたいこととかを言えないんやったら、うん、そっちの方が私は嫌なんですよね。あーはいはい、はい、あーすごい、うん、すごいわかります。なんか私もそれはありますね。だから例えばブルマさんがその、うん、まあその下ネタ論っていうのを書くぐらいやし、うん、こう謎かけをやってるじゃないですか、はい、そのことについてなんかあのパートナーの方は何か言ったりします？あ今特に何も何か言われたことっていうのはなくて、うん、そもそも何かナンパされたんですよ渋谷で、はいはい、でその時歯科助手って嘘ついてて、っていうのも女芸人っていうと一般の男性ってめっちゃ舐めてかかるんですよ、うん、俺の方が面白いよとか俺の方が面白いよって言ってくる言ってくる、うわーすごいな、見ててみたいな感じで、うん、なんか全力で「あーいついまてん」ってやってきたりとかあるんで、面倒くさいね、歯科助手ですっていうところから始まって、途中で芸人ってバレて、はい、で「なんかチンコなぞかあなぞかけ」みたいなやってるらしいねみたいな、ちょっといじられかけたんで、次は私のなぞかけバカにしたらやるぞみたいなので、すいませんでしたって、ね、そこから何も言わなくなってっていうのがあるので、特に何も言ってなくて、彼に関しては私コンノブルマってよりも、まあ、出会った時の自称歯科助手の女を好きになって結婚してるから、はいはいはい、なるほどね。そうなん、そこはだからその方が私もありがたいというか、なんかどうですか、その付き合う人によって
あの別にその人がずっと見てるわけじゃないけど、いうことをちょっとこれやめとこうかなとかなったりとかっていうのって、はい、女芸人さんとかってなありました。ありました。ちょっと気になる人がなんか今日見に行くねみたいな感じで来てた時もあって、うん、でそれなんか結構大事なライブだったんですよ、はい、その時に来てて、なんか全然出し切れなくて今日調子悪いなってまま終わっちゃって、うん、これなんだろうって思った時にずっとその人に向けてやっちゃってると思って、なるほど、出し切れない、なんかすごくなんかネタとかも言い方が全てというか、なんか私例えばどんなお題を言わどんなお題を言われても全てここで謎かけすることができますって、こうやって届けるように言わなきゃいけないんですけど、はいはい、なんかちょっと気になる人、あわよくばこのあとこの人と何か関係がなんかね、スケベな感じになるんじゃないかっていうのを思ってると、どんなお題を言われても全てここで謎かけしますちょっと抜いてやっちゃうんですよ。なるほどね。そしたら受けないし届かないし、うん、見てる人って多分あんまり普段より満足度がないというか、これは謎かけなんですよ、コントとか、うん、なんか出し切れない、なんかっていうまま終わっちゃって、でなんか今日良くなかったなみたいな、でしたらトイレ行った時にたまたま来てくださってた女性が話しかけてくれて、見てましたみたいな、はいはい、今日ブルマさんをどうしても見たくて夜行バスで 福井か福島から来たんです、うんうん、とっても楽しかったです、ありがとうございましたって言った時に、うん、めちゃくちゃへこんで、こんな人もいたのに、うんうんうん、私は男のなんかご機嫌を伺うかのように自分の持てる範囲というか、やってしまったっていうのがすっごいショックで、おー、なるほど、落ち込んで、うん、二度とそういう人を客席に呼んではいけないっていうのと、うん、その人は運命の人じゃないんだと思います、うんうんうん、自分にとっていい方向に進まない私らしく生きる上で制御する存在だなと思って、うん、そこからあの発展しなかったんです本当に結局。あ、でそのね、そういうなんていうの、考え方とか物事の受け止め方が素直でかつなんか面白いって思いました。この本、下ネタ論と中退女子の生き方っていう本も面白くて、あのそれ両方読んで、そのブルマさんのもちろんその一部だと思うけど、その起こった物事に対する受け止め方とかがすごい面白いなと思いました。だから名言連発してるんですよ実は。本当ですか。本当本当、だからすごいこれ読んでほしいんやな。だから線引きまくってて一個一個ちょっと冒頭から拾っていっていいですか。ありがとうございます。ほんとね、下ネタの話でそのさっきね言ったのは、あ、そう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 、だから例えば下ネタは内輪受けという印象が根付いており、うん、それをプロが舞台で発するのは軽率で低能な印象を持たれますというところとか始まって、うん、でこれもだからこの下ネタには手を出すなっていうアドバイスを受けると、うん、でもあえてこれ乗り越えたわけじゃないですか、はい、だからそういうそのあえて乗り越えたっていうのはそうで、なんか確かにこのアドバイスはその通りな部分もあると。というのも、私が気持ち悪さを感じたのは笑いではない部分で喜ばした、うん、だからその女性が例えば自分の経験人数とか経験談を話す人たちが一定数いて、うん、やりまんなんですよとかそういうことを言えば笑ってくれると、はい、でこれは笑わせたんじゃなくて喜ばしたことに対する笑いだっていう指摘っていうのが、うん、はい、あ、でも本当その通りだなと思って。本当ですか。で私は本当に安易に下ネタ言っちゃうんですよ確かにそのイメージちょっとある安易とは思ってないですけど結構言うな先生みたいな。そう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 。で、あ、なんかちょっと人が来ちゃったちょっと喋っててもらっていいですか。わかりました。そうか、ノー編集で。わあすごい。あ、下ネタをやってたんですよ、うん、でこれ私がこの、あ、これ私がやってあかんことをやってたのはこれやなって思ったんですけど、あの私がブルマさんに言い訳してもしょうがないんですけどあのこれね、あの私がついつい下ネタを言ってしまう理由っていうのがあって、これも事故で分析したんですけど、あのね、私
例えば、まあ、大人になってからっていうか最近ねこのちょっと1個ですかねなんかインターホンつながったままだから外にこの私が下ネタを言ってしまう理由全然大丈夫ですそれもう大丈夫です全然聞けてると思うんで大丈夫です、あのね、うん、あの私があの下ネタをこう安易に言ってしまう理由は、うん、やっぱそのまず安易だっていうこととあと私が全然下ネタのことを何ともちょっと正直思ってないっていう部分と あとその常に真面目な聖人君子みたいに見られることに対する、はいはい、先生ですもんねそうなんかその職業とか、うん、なんかその大人になってからのこう見た目的に黙ってるとあ黙って職業とか学歴とかだけを聞いた人は私のことをもうめっちゃ聖人君子みたいに思ってくるから、本当ですね、それがねすっごく負担なんですよすっごく嫌なんですよ自分じゃないから聖人君子なわけがないから、うん、だからもういや違うんですって言うためにもうこんななんかもうやりまなんですとか自分で言ってしまうみたいな焦ってそう確かに誰もでそれでだから逆に笑いもしないんですよなんか人引きされるだけで笑いも起きないんですけどそうなんですよあもう確かにねあの早いなって思いますいつもそう早めに言っとかないとだから成人講師のノリでこの後ずっと行かなあかんのかなって思うと焦ってしまうんですよめっちゃわかる、うん、なんか私もそういうところがあってそれもすごい焦って下ネタ言っちゃうんですよ、はい、で変な感じになるっていうのはありますよね、うん、そう確かに私もそれやっちゃうって美輪さんに思ったことある気がする、はい、あ本当に、はい、そうでだからそういう感じなんですよでもね、うん、あのだいぶそういうのもなんか 直そうと思ってるわけでもないけどなんかねだいぶちょっと変わってきたのは、うん、私が若い時はまだ良かったんですけど、はい、なんかねちょっとだんだん立場的にも、まあ、若い時でも本当は良くなかったのかもしれないですけどちょっと本当にハラスメントに近いなって思うようになってすっごい分かる、はい、だいぶやめましたなんか私もそれ思ってて、うん、ハラスメントだなと思ってでもなんか言っちゃダメだと思うほど言っちゃういやわかりますだから下ネタをはいそうそう愛にってやっちゃう話ですよねそうそれでハラスメントになっちゃうからでもしちゃいけないと思えば思うほど言っちゃうことってありますよね、うん、そうなんですよでそれで、うん、ついついこう安易に下ネタとか言ってたんですけどなんかそのなんていうのかなあとねなんていうのあとその正直なんかあんまりモテたくもないっていうか、なんかそのかっこいいなんかモテてる人みたいですけどいやモテてないんですけどモテてないんです全くモテてないんですけど、モテもそういうこと言ってもなおまだ好きって言ってくれる人が好きなんですああうんそりゃそうですよねだってありのままですもんね、はい、そうなんですよでもなんか、うん、よく言うのがどうでもいいやって思った時に現れるっていうじゃないですか、はいはい、なんか結婚相手とか運命の人ってでもやっぱりどうでもいいやとかありのままでいる時こそ魅力って出るっていうというか実際そうじゃないですか自分もなんか旦那さんにナンパされた時に、うん、マジでどうでもよかったんですよ、うん、なんか29とかで、まあ、ちょっと結婚とかできんのかなみたいなことは考えてはいたんですけど、うんマジでモテなすぎてどうしようこの先みたいな感じ でちょうど先輩にもなんかそのタイミングで怒られたりとかお金もない仕事もない、うん、もうなんか4年に一度のどうなってもいい日みたいな感じで話しかけられて、うん、いやあんたとなんて絶対飲み行かないよみたいな、うん、なんでだよみたいな結構ベランメイク調で言ってたら、うん、なんかそれが良かったみたいで、その場でめっちゃ好みなんで結婚してくださいって言ってなんでだよとか言って、うん、悩みがあったんだったら僕聞きますみたいなお前みたいなやつで答えられるわけねえだろみたいな本当こんな感じだったんですよ、うんうんうん、うるせえうるせえみたいな、うん、でもなんかそれがすごくこんな魅力的な子いないってなったらしくて、うん、おおでもそれをそういうふうに思ってくれる人がいいですよね、はい、結局、はい、なんかそのなんていうのそういうところもがいい、うん、こそいいって言ってくれる人が結局いいじゃないですか、
本当に。だからそのモテようとしてる自分でモテたとしても続かないでしょどうせって私は思うんですよね。はい、まさしく、うん、ずっとは無理ですよ。人ってなんかいい時ばっかりじゃないって言うじゃないですか、はい、っていうか悪い時がほとんどじゃないですか。そうなんですよ本当そうですよ。だからねその時を魅力って言ってくれたら万々歳ですよ、ね、そうなんですよ。それでそのなんていうのかな、あの誰か異性とか、まあ、彼氏でも何でもいいですけどパートナーとかは、まあ、正直永遠に続くかどうかなんか分かんないけど、うん、とりあえず自分は一生自分でいなきゃいけないから、うん、だから私はもう自分のまんまでいてその相手に合わせると結局続かないなっていうふうには思います。でそれだったら相手に合わせて何かを諦めたりとか何かを慎むよりは自分がやりたいことを全部やってそれでも好きでいてくれる人と一緒にいる方がいいかなって思うんですよね。はい、わかります。で下ネタをついつい言っちゃう。そうで、でね、それで下ネタとかもついつい言っちゃうわけですけど、でもだから私だいぶ言わなくなって、てか当たり前ですけど、うん、普通にテレビとかでは当然言わないわけじゃないですか、うん、でもうちの夫なんかはもうだから言ってこいみたいなことを言うんですよ、うん、逆に本にも書いてあって、そうなんかすごくいい方だなというか、なんかこういう面白い女性、面白い人の旦那さんってこういう人だよなっていう。ああありがとうございます。なんかいやそれでね、はい、ちょっとまた下ネタ論の話、はい、いっぱい線引いてるからちょっと言っていいですか、うん、これはもうなるほどって思ったのは、うん、下ネタとは下半身を刺激させたら不成立です、はい、うんうん、笑いづらくなってしまいネタどころではなくなるからです、うん、で話の中に分かると共感して笑ってしまう楽しさや肘である夜の話を言葉を選んで話す滑稽さ、うん、話の野蛮さとは相容れないその繊細な構造とそこで見えるその人の個性、その場の空気を読み惹かれない絶妙なラインを狙い撃ち見事クリアした気持ちよさに思わず手を叩いてしまうようなものが下ネタであると、うん、まさしくだなと。で、ね、これをだから世のこれ実は下ネタを安易に使って後悔してるのは、後悔するのは女性の方が実は多いかもしれないなと思ってて、もともと下ネタ言う女性が少ないから、はい、でも下ネタ言う男性は結構世の中に結構いるじゃないですか、はい、でもなんかこうグロい話してきたりする人いるじゃないですか。いるね、わかります。でそれはだからあかんねやでっていうことをぜひ啓蒙したい。啓蒙活動ね、はい、だからその下半身を刺激させない笑える共感できて笑えるものっていうのは実はだからすごく高度な技なんですよね。いや本当に思います。ゴッドタンとかね、はいはい、皆さん結構好きな方多いと思うんですけど、本当にあれって打ち合わせとかめちゃくちゃ命がけで、本当にそれこそ生死をかけてやってるって佐久間さんもおっしゃってますけど、うんうん、なんか本の中でとか、はい、だからなんかその現場で命をかけて芸人にはやってほしいみたいな話とかします。そうですよね。だからすごいそういうのとかもなんか金言だなと思って、はい、だから要するにさっきのなんかナンパしてきた男の人とか、はい、知り合った男の、まあ、素人の男の人が俺の方が面白いみたいなことを言ってくるっていう話ありましたけど、はい、それと同じ現象が下ネタでもやっぱり溢れてる。芸人さんのする下ネタがまあもうちょっと最近はアウトのラインがちょっと高いと思います、はい、でそれはもうしょうがないと思います。世の中が変わってきてるから、うん、だけどその許されるラインのものと許されないラインのものの区別がつくっていうのが実は難しいことだなと。本当ですね。思うわけですよ。区別は難しいですよね。うん。そうですね。でも私も自分自身の話焦ってしちゃったこと何回もあるんですけど、うん、基本はしないでですね、うん。なんかさっきの下半身を刺激させたらアウトでっていうので、なんかその当時の女芸人の人の話だと。なんだろうな、例えばこの前ナンパされた人とやっちゃって、うん、ですごくそれがもう大きくて痛くてみたいな、でもなんか気づいたらなんか
あのまた連絡取っちゃっててみたいな、私もともとすごいやりまんでみたいなみたいなことをなんか言ってたんですよね。あの気づいたらやっちゃうんですみたいな。でそれはアウトで、なんかそうだな、でもそれはアウトで、で下ネタっていうのは結局じゃあ海外とかけてことときます、その心はどちらもアナで行くこともあるでしょうみたいな、なんかその、はい、なんだろう、ちょっと今言いたことがなかったんですけど、なんかその違いがわからないまま、女芸人のファンの人って男の人なんで、男のおじさんって結構何やってもらってくれるんですよ、優しいから、がわかんないままずっとそういう安易に下ネタをやったりとか、あのそのテクニックがないままというか、なるほどね。だからでもね、なんか私的にはですけど、その下ネタをネタにすることとか、あのを女性がやってるっていうのって、実は女性がすごいエンカレッジされるんじゃないかと思ってて、うん、で私なんかはだから女性芸人さんで、でしかもブルマさんのネタって別にそのわかんないですよ、昔のネタは知らないですけど、その男の人に媚びを売ってない。そうなんです、そこが好きです。ウレピーウレピー何回言った。いやそれで、あのなんていうのかな、で男の人に媚びを売ってるなっていうことについて、女の人ってめっちゃ敏感じゃないですか、はい、ね、うん、で、あの多分女性ファンたくさんいると思うんですよ。あ、まあたまに言っていただくんですけど、うん、ファンはあの坊主のメガネのおじさん固定1でやらせてもらっても、固定で1 でもそうなんや。でも私は、うん、女性のファンいっぱいいるやなと思ってました。あの、うん、そう、お笑いライブとかやったら 9.8 割おじさんなんですけど、うん、そうなんや。でも私も本当に女性が笑ってくれるってずっと思ってたんですよ、うん、始めた時に、はい、でそうなんです、そこなんですよね、うん、なんか始めた時に、うん、私これで謎かけ始めた時に、これでこの人今度ブルマはもう男受け一切捨てて、あの芸人としてやっていくんだって思ってもらえると思ったら、逆で、うん、あ、男の人になんかこう刺激させに行ってるって思われることも多かったんですよね、うん、それも書いてありますよね、はい、うん、でそれと同時になんかまあ先輩方は面白い、これは面白いって言ってくれて、ギリゲーとしてそこから認識してもらって、うん、そういう風に、あ、お前男に男の股間つかみに行ってるなっていう人は減っていったんですけど、なんか大前提に私女性としてじゃなくて、まず一人の人間としてこのネタをやってるんですよ、うん、そこに女性も男も全く意識してなくて、私という人間がどんなお題でも全てここで謎かけをしているっていうので、うん、なんかこれやってる時意外と自分がどういう性器だとか考えてないんですよね、あくまでその棒そのピンコのことをフラットに見てるっていうのがあって、うん、それを結構分かってくれる女性っていうのがあんまいない。そうか、そう、実はそうなのか。そうなんですよ、うん、で言ってもらう、そういう風に言ってくれるとすごい嬉しいっていうのあります。だから、なるほど、あ、伝わってくれたんだ。私はそう思ってました。でもずっとあんまいないんですよ、そういう女性が。そうなのか、難しいですね、はい、そうなんや。この人、うん、下ネあのそうですね、下ネタ言って、でもね、私ね、うん、なんかそこが結構なんかあの大げさな言い方すると課題と思ってて、はい、というのはあの大前提にあの女性がそういう男性器の話とか性的なことを公の場で言ってはならないっていう規範があるから、はい、そうなるわけじゃないですか、はい、だから結局その大前提の社会の側に実は問題があると思ってて、おー、すごい、はい、あの男性は言っていいわけじゃないですか。男性もさ、まあ、その時と場合とか言い方とかにはよるっていう限定はもちろんつきますよ、うん、はい、もちろんつきますけど、前提としてそのそういう話は男にしか許されてないっていう前提があるからだと思うんですよね。で、うん、私なんかはそういう前提があった上で、あの前提があることを知りながらそこの裏を書くというか、
そこにあえて切り込んでるからこその面白さだって思ってたんです。あでかつそのネタの内容としても特にこれで男の人にモテようとかその他の女を出し抜こうみたいなものを感じなかったから好感を持ったんだと思うんです。ありがとうございます。でもそこをなかなかそのだからそういうこと自体が共有されてないのかなと思いますね。そうですね、うん、確かに。だから要するにね、女性が性的なことを人前で言うってことはイコール例えば男そのことだけを持って男に媚びてるとか、はい、そういえばなんかよしよししてもらえると思ってんのかとか、うんうんうん、そういう認識があるんじゃないかな。女性の側にも。でもそれこそ女性の側ももう少しだからフラットに見ることができればいいのかなって今の話聞いて思いました。あーそうですね。なんか大前提として私男兄弟の中で育ったんですけど、はいはい、その子に対して基本何も思わない人がいるっていうのがあんま伝わってないなって思います。私本当に何とも思ってなくて、うんうんうん、もちろんそういう空気とかになったらね、経験もあるわけで子供もいるんであるわけですけど、うん、そういうものとして見ますけど、それ以外の時はもう本当に iPad、はいはい、みたいな感じなんですよ。わかるわかる。そうなんです、はい、そうなんです。でそこですよね。だから、はい、例えばこれっていろいろ通じてると思ってて、例えばその性的なこと私も明け透けに何でも言うし、そういう話で嫌なネタもありますよ正直、うん、不快な下ネタと、うん、私ですら不快な、ね、下ネタって相当多数の人が不快だと思うんですけど、そういうなんていうのかなことを言っただけでその人に何をやってもいいって思う人とかもいるわけですよ。例えば、うん、私が下ネタを言ってるからといってベタベタ触ってきたりとかしたら、はいはいはい、してもいいわけないじゃないですか。そうなんです。そこの区別がついてない人がいる、めっちゃ多いですよ。私もこの謎かけやり始めた時に DM で、うん、もう本当にもうすごいのが、うん、すごい画像が来たやっぱり来たりとかしてしました。すごく多かったし、うん、あと脱ぐ人だと思われて、はいはいはい、普通にそうトップぐらいなら出すんじゃないか、なんぜならこうって言ってるでしょ。そうで、はい、でそういうお話、嫌な分厚さの週刊誌のグラビアやりませんかみたいな、袋閉じやりませんか、どこまで脱げますかとかありましたし、うん、実際なんかその女性のタレントさんにそういう意地悪もされたことあります。え、下ネタやってるのになんでこれできないのみたいな、で下ネタやってるのにみたいな。おお、それちょっと意地悪な感じがしますね。めっちゃ意地悪でしたし、うん、でそういう人に限って自分のグラビアのことは作品って言ってくるんですよ。あーなるほどね、はい、なんか、うん、私のやつはあくまで下ネタ汚れ、うん、私のグラビアは作品アート、じゃああなたの作品がアート、うん、下半身を刺激させないものなら私のだってそうでしょ、なあなたの方が下ネタでしょって言って、うん、まあ、これも差別です、ね、いやでもね、それすごく実は大事な話と思ってて、うん、でそういうなんか上下とか、まあ、上下とか下品とか上品とかあるでしょ、うんうん、でそれでこれをやったならこれをやれとか、なんか雑すぎないっていう確かに、ね、で私もあれなんですよ、だから松竹芸能に入る前にグラビアに出たんですよ、はいはいはい、週刊プレイボーイで見たことある、はい、でそれ出た時に、まあまあ、結構叩かれて、なんでですか、まあ、だから弁護士なのに品位がないということ で、ダメなんですか、結構叩かれたんですけど、はいはい、でそれでなんかなんていうのかな、そういうところに対する抵抗、要するに弁護士だったら、グラビアはダメなのかとか、でももっとひどいことしてる、ひどいことっていうか、なんかじゃあグラビアでも例えばですよ、その女性誌だったらいいとか言ってくる人もいて、あだから目的がそうなんかというか、そう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 、でそういうことを
言ってくるのすごいなんか嫌だなと思って。嫌です ね, ねでそういう風に生きてないんですよね。そう本当にそうなんだ。そういうことをなんか自分のなんて言うんですか、まあね、生涯かけてっていうか、おかしいなってなんとなく。でそれを例えばその島根という女性は何でもするっていう勘違い、うん、で卑猥なこととかを言ってくる、うん、卑猥なこと言ってくる、それがハラスメントじゃないですか実は、はい、うんうん、でもそこはその下ネタを言う女性とか例えば肌を出してるような仕事をする女性だったら何やってもいいっていうようなこととか、それはやっぱ違うっていうことをやっぱもっと共有できないかなっていうふうに思うんですよね。本当ですね、本当ですね。でそういうことを書いてあるのが下ネタ論なんです実は。 ありがとうございます。だからすごくそこまで掘り下げて考えた人そんなにいないと思うから、本当ですか。いました？わかんないです。本とか本ってもう無限にあるからわかんないですけど、でもなんか、はい、すごいね、下ネタについて例えば意味を持ちすぎますっていうところに私線引いてるんですけど、はい、でそれは本当にそのなんていうのかな、意味を自分では与えてないつもりでも人が見た時に意味を持つこととか、うん、っていうこととかについてもすごい気づかされたんで、うん、ここにね線引いてあったりするんですよ。あれですよね、下ネタをやる時の服装ですよね。そうそう服装、服装だから、そうワンピース、私は綺麗めなワンピースなんですけど、はい、性的なそういうこの子は何でもやるんだと思われないために T シャツジーパンだと、うん、ちょっと今度はデモ活動に見えるというか、うん、意味を持ちすぎるっていう、ね、そう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 なんですよ。そうで、なんかでも面白かったのが、事務所のしばらくは事務所のマネージャーさんたちの前ではやらなかった。やらなかったです。それは なんでですか。いや、なんか当時松竹芸能門座っていう劇場が新宿にあって、割となんかこう代々受け継がれてきた門座って名前って、うんうん、でそこではっきりとこっていう単語を言うと、うん、もうその場ではいさよならみたいな空気感だったんですよ、はいはい。だからもう隠れてこんなことはしてませんっていうので、うん、ネイキッドロフトっていう、それこそもうなくなっちゃった新宿のお酒飲みながら見るお笑いの劇場だけでやってました。そうなんですね、うん、それがなんかねずっちさんにテレビで紹介していただいたら、うん、本当にこう一本で食えるようになって、さすがに事務所もじゃあやったらって。いや、よかったですよね。いや、よかった。でも本当に最初はちょっとあれでしたよ、うん、あ、はい終わり、もうお前汚れみたいな、今後はいそっかそっかみたいな感じだったんですけど、やっぱ著名な方がこれはすごいぞってラジオで言ってくれたりして、うん、そうそういうことだ、そういうふうに見るんだ、ね、みたいな。だから伊集院さんが難しいことやってるっていうふうに話してくださったとか、はい、この一言大きかったです。大きいですよね。もう本当に綺麗にオセロみたいにパタ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 ってこれ難しいことやってるよみたいな、うん、昨日まではい終わりお疲れみたいな感じだったのに、ヒー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 みたいなやつだったんですよ。ブルマ今度飲み行こうみたいな、すごい。いやだからね、それでだからね、本当にさっき意味を持ちすぎるっていうところに私線引いたって言ったじゃないですか、うん、だからその、まあ、大物というか、うん、分かる人、分かるとされてる人が意味を与えたら、うん、パタパタって変わるんですよね、はい、本当に本当にそうなんですよね、うん、だからそういう現実っていうのも思い知らされる。だってやってること同じなのに、はい、ある人が評価をしたら世間の評価が変わるってすごいですよね。いや、すごいですね、うん、そういうことだったんだっていう。そうです。でもなんかそこになんかさっきから話してる、あ、女の中にも普通にちゃんと下ネタに向き合うやついるんだ、ゲイやろうとしてるやついるんだ、うん、女が下ネタ言ってるからイコール、うん、モテようとか下品っていうことじゃないんだっていうのに気づいてくれるっていうか、うん、そうですよね、はい、だからそこなんですよね、うん、で私は別にこれ別にその誰かを責めてるとかじゃなくて、でもこのエピソード一つをとっても自分の矢印を外に向けるんじゃなくて、人のいろんな矢印ばっかり見てる人が世の中にどれだけ多いかっていうことだとは思います。え、どういうことですか。だから伊集院さんは自分がブルマさんのネタを見てこういうふうに言ってるわけじゃないですか、はい、でそしたらその
ある人の矢印を見ることで自分の中の矢印がもうガラッと変わる人がたくさんいるっていう。本当ですね。だから自分の基準っていうのを持つっていうのが、でそれだけで人と違う自分になれると私は思ってるんですよ。へえ、うん、そうかそうか、うん、だからブルマさんの何が面白いかっていうと、やっぱ自分の中にちゃんと軸があって、うん、自分がのから外に矢印が向いてる、はい、ところがやっぱりすごく面白いと思いました。おお、うん、でそれが詰まってるんです。ブルマさんが世の中をどう見てるか、下ネタをどう見てるかで、それをそのなんていうのかな、それが分かる。人の評価じゃなくて自分がどう生きていきたいかっていうことにとことん向き合ってるから、この本は、この私が今日紹介した2冊は面白い本になってるし、人が読んでも自分が生きていくとき自分の矢印をどう作るかっていう時の参考になると思うんですよ。始めすぎてすいません、本当に。いや、めっちゃ嬉しいです。なんで売れないんだろうね。そうだからちょっと売りたいなと思ってるんです少しでも嬉しい、はい、そうなんですよ。この動画を見てくださった方全員いや本当にマテリアルのね、本でもいいし、はい、Kindle でもいいから、もう全然読みやすくて、で絶対響くから、うん、特に20代の女子、20代女子、20代の女子に限らないけど、そんなに狭める必要もないからかもっと多くの人に読まれてもいい本だと私は思ってるんです、はい。下ネタ論がまさかの時空を超えてこんな言っていただけるなんて。いやいや本当に、だからこれもっとね早くお話しすればよかったんですけど、でもなんか一人で本を紹介するのすごい難しいなと思って、一人で喋るのむずいですよね、うん、まず大前提に。でね、それでそういうその下ネタについてね、真面目に、うん、まあ、これちょっと言っちゃいますけど、チンポでもチンチンでもなくチンコの3文字のこだわりとかみんなむき出しでもずるむける言いましたけど3年間そうそう、いやでも本当にこれがじゃあなんでこのチンコなのかっていうこととかもちゃんと、いやもうこれは本当にこだわってます ね。ポになるだけで毛が生えて汁気が出るっていう、子供のチンチンのことをチンポとは言わないですよね、うん、チンコって言うんですよね。そうで、そうそうそう、だからねすごい難しいわけですよ。だからそのなんていうのかな、だからこう雑にエロとくくって規制することによって、うん、何か一つが生み出されないわけじゃないですか、はい、だから、うん、エロかもしれないけど、やっぱ自由であるべきだと思うんですよ、表現の現場っていうのは、はい、って私は思ってて、まあでももちろんね、何言ってもいいとか何言っても面白くなるわけじゃないから、それが難しい、だからこそ難しいわけじゃないですか、うん、難しいですよ ね、本当に難しい。そう、うんうんうん、そうだから下ネタだから適当に扱っていいという認識に時々疲れてしまいます、うん、うん、そうそう、作り手が下品にしていることが多すぎるのですとかいうふうに書かれてて、まあ、本当にそうだなっていうことをね。本当になんかこれに多分書いちゃったんですけど、大久保さんが、うんうん、一緒にお仕事するときに、なんか大久保さん推薦の芸人っていうのを出してもらった時があって、うんうんうん、でなんか他にもそのグラドルの方とかいて、結構まあ攻めてるグラドルの方とかと、まあ、一つのチームで雑にセクシーを売りにしてる人たち軍団っていうのを、ディレクターがパッケージ化したんですよ。そしたら大久保さんが、私ブルマの芸を雑って思ったことないんで、こういうくくりなら私出ませんって言ってくれて、すごいかっこいいですよね。そうなんです、うん、で結局もう少し丁寧な言い方をしてくださって、で、そうで、その MC が有吉さんだったんですけど、有吉さんもすごくこう援護射撃が上手じゃないですか、うん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 、で結果すごい、マジで人生で一番受けたんじゃないかぐらいやりやすい状況にしてくれて、うんうん、っていうのあります。だから大久保さんも多分思うところがいっぱいあったのか、うんうん、そうなんでしょうね。でもなんか直接会って聞いたら、うんうん、私基本自分が良ければいいっていう人だから、その話全く覚えてないって言ったけど、それもかっこよくないですか。かっこいい何それ、めっちゃ大久保さんかっこいいですね。大久保さんかっこいいですよね、うん、その話もすごい心に残りました。でもだからあとね、
これもね、本当ね、これはね、男性にってか言いたいんですけど、下ネタを言ったり笑ったりするのはその日は目当ての男性が近くにいない可能性が高く、モテようとしていないだけなのです。これなんですよ、私がやってんの。下ネタ、わかる、すごいわかるね、はい、なんかね、本当。でも時々なんていうの、もう別にもう全く持ってなくていいと思ってるから言ってるのに、逆にめっちゃすごいかぶせてくる人とかいるじゃないですか。で、私でもそれはちょっとほんまに面白いなと思うんですよ、そこでかぶせてくる人。めっちゃわかります、ね、で、はい、そういう人はこう何週か回って私面白いになるんですよね。あ、すごいわかります、ね、わ、なんかすごくわかるわかる、嬉しいですよね。あ、嬉しいです、だからすっごいそれは嬉しいです。なんか宇宙人に見えますよね。そう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 。あ、でもこのなんか、でもうすうすこの人面白いと思ってたけど、あ、なるほど面白い人なんやなみたいなのはありますね、うん、なんかだから、はい、こっちを認めてくれてる感じもありますね。そうそうそう、私らしくいることに対してフラットに見てくれた上での面白いことを言ってくれる。そうなんですよ。だからなんか以前私やっの YouTube で、うん、話したことがあるんですけど、はい、私だから昔ね、結婚する前、夫とも出会う前に、はい、その飲み会、うん、その男の人とのなんていうのコンパ、はい、とかでよくもう初めて会った人にもう一緒にお風呂入ろうとか言ってたんですよ、うん、いきなり言いそう、言いそうでしょ、お風呂入ろう、はい、で一緒にお風呂、もう今日うち来てお風呂一緒に入らへんみたいな、そういうことやってたんですよ、やってたっていうか言ってたんですよ。お風呂入らへんって初めて聞いたけど、それで大体の人がドン引きするんです、うんうん、いいよってなるんですけど、いいよって言って乗ってきてくれる人はちょっとなんか面白いから、あ、だから確かに、そう、そこでもうなんていうんですか、いきなり極端なことを言うことによってだいぶこのふるいに、お前がかけるのって話なんですけど、ふるいにかけられて、変なふるい、そうそうそう、変なふるい、変なふるい持ってるんで、それで、うん、やってましたね。ああ、なるほどなるほど。でそれで、どんなにかっこいい人でも、どんなに素敵な人でも、そこで、あ、ちょっと気持ち悪いとか、ドン引きみたいな人は、もう別に私も絶対好きにならないから。合わないですよね、うん、っていう、 疲れちゃうし、やり方をしてましたね。私でもドン引きしちゃうような人に合わせる恋愛っていうのは何回かしたことあります、うん、でも結果振られるんですよ。振られるの、うん、なんかちょいちょいやっぱりこいつ変だ、ね、だなみたいなところどころ出ちゃうじゃないですか、はいはい、やっぱりで、ん？ん？って顔してちょ徐々に距離を置かれて、うん、ある日じゃなんかの口論のきっかけで分かるよってなって、なんでなんでってなって、その場の喧嘩によってかなと思うんですけど、まあ、積み重なったその私の変な生き方というかが合わないっていう、女の人ってそうじゃダメだよねっていうのがあるんだと思うんですよ。なんか結構カッコつける人、なんか俳優の卵とか結構ツボだった時期があって、なんかその人がなんかゲップとかした時に、ね、ゲップしたでしょみたいな、臭い臭いみたいな、楽しいじゃないですか、なんかやめてみたいな、あ、そのそうお下劣が嫌い、なるほどね、かっこ悪いところを見せない人、ゲップが聞こえたとしても聞こえないようにするのがこのカップルとか女性らしさとか、それを面白にしなくていい、いちいち人生にそんな時間必要ないっていう、なるほど、はい、それはもう合わないですよね、合わないですよね、そう、常になんかおならとかで笑ってたいじゃないですか、うん、いやだからそういうことですよ、だからそういう自然な部分っていうか、なんていうの、ナチュラルな楽しさみたいなのを、うん、そがずに生きていきたいですよね。生きてきたい、ね、本当にそうなんですよ、っていうことがいっぱい書いてあって、すごい楽しい本なんですよ。ありがとうございます。ね、もう全くね、ちょっと待ってくださいね、いっぱい線引いてるから、いやだからね、もっとなんか読んでほしい、いや書いてみるもんだな、うん、いや本当に書い、うん、なんか本売れないと本当落ち込むんですよね。いやそっか、はい、いやでも
あの、わかんないですけど、私は結構いい読者だと思います。あの、かなりいい読者っていうか、でもね、これね、書いてくれてよかったなって私は思ってます。だから、そのなんか、あの、書いたことにはめちゃくちゃ意味があったと思います。そう思いました。はい、あの、だからみんな、なんかそういうその下ネタ論っていう、もしタイトルでちょっとやめとこうって思う人がいたなら、それはもったいないってことを声を大にして言いたい、うんうん、本当に。なんかちょっとだいぶ飛ばしちゃったけど、それでね、実はだからもう一つ、あ、そうそうそう、うん、あ、そう、あとね、さっきのなんかそのハラスメントの境目みたいな話で言うと、あの、自分たちが面白いと感じるものほど第三者が聞いたら全然面白くないのが日常の下ネタです。内輪から一歩外に出たら一気に輝きを失うことを忘れてはいけません。たまに合コンなどの異性がいる場で内輪乗りをそのまま話す男子がいますが、うん、こぞって滑っています、うん、っていうぐらいっていうふうに書いてて、はい、でこれね、あの、内輪のネタっていう意味で言うと、何やろ、うちは今例えば SNS もうちわだと思うんですよ、はい、だからその SNS ってうちわって思ってる部分もあるけども、結構いろんな人が見てるじゃないですか、はい、だからそこもすごく通じる話だなと思って。あ、本当ですね。確かに確かに、きちいってやつありますもんね、たまに、うん、そうそうそう、あとびっくりするぐらい面白いやつもありますよね。そう、これ素人の人みたいな、うん、そうなんですよ。あ、そうそう、だからあとね、これも、あ、そうそうって思ったのが、女性は下ネタを言うことで身がそがれる恐怖感があり、うん、ある種男性と下ネタを共有する上でフェアじゃありません、うん、その環境下で下ネタでモテるには、実は下ネタそのものよりもその前提の土台作りが大事になってきます。すごくないですか。本当ですね。いや、だから、うん、下ネタってやっぱり難しいんですよね、うん、でその前提を共有するっていうことがだからすごく難しいなと思うんですよ、うん、でもその前提を共有していない人をも笑わす力がある下ネタをやってるからすごいなと思うんですよ。確かに前提難しいですよね、うん、私最初のポキッと折れたのは中学生の時で、うん、あの、小学生の時みたいにみんなで楽しくなんか秘め事を喋るように、うんうん、なんかエッチな本を回してみたいな、回し読みみたいな空間があったんですよ、うん、でそこに当たり前のようにいて、うん、その女性の体に興味があるってよりもそれをみんなで回し読みしてるのが面白いなと思って先生に隠れてしたら、なんでお前いんのみたいな、うん、何なのみたいな、お前なんかそのやりたいのみたいな、うーん、でえってなって、なんで女なのにいるのってなった時に、なんかあの桜桃子さんが書いたなんかその初めてその生理の話が学校内に出た時みたいな、私もう女性でこうやって思春期でこの人たちの輪には入れないんだみたいな、うん、この空間が大好きだったのにっていう、はい、男と女2種類しかなくて、うん、私はこの人たちの性の対象だからもうここには入れないんだってなった。なるほどね。いや、だからそれですよね。でもすごい難しくないですか、うん、というのはどうしていけばいいんでしょうね、こういう性的な話って。いや本当ですね。でもなんか、うん、こうやって話すのもね、すごい、うん、あね、楽しいというかありがたいし、こうであっていいんだって。あのね、正直私もうちょっとって言ったら言い方はおかしいですけど、性的な話をしないからなんじゃないかと思ってて、もうちょっと性的な話、うん、でも仕方が難しいんですよね。本当ですね。だからそういう意味ではその下ネタ論すごいなと思って、それにズバッと切り込んで誰も話をしないことじゃないですか。うん、でその性教育もちゃんとした方がいいし、はい、ですよね。うん、でその性的になんていうのかな、やっちゃいけないラインとか。っていうのが逆に共有されてないからこそもっともっとタブーになっていくっていうか、あ、はい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 、そこがすごい難しいですよね。なんかその
例えばその私もそうですけど、下ネタを言うことによってなんかもうお前のことはめちゃめちゃにしてもいいみたいな、うん、そういうそこの間がないわけじゃないですか、はいはいはい、私むしろそういう男の人をなんていうのかな、遠ざけようと思ってなんなら言ってるのに、そう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 、めっちゃわかります。なんかもう逆に磁石みたいにビューンってなんかそういう人も近づいてきちゃう、このジレンマっていうか、うん、間がないの、なんかわかります、わかります、その間がない問題、本当ですね、うん、話すってことは興味ないというか、もうね、逆なんですよね、逆なんです、本当は本当ですね、面白い。だからそこら辺をなんか一人で話すの難しいじゃないですか、はいはいはい、すごい。でそれでかといって多くの女性が結局下ネタの話を真面目に取り組まないんですよ。うーん、本当ですね、うん、意外とないですね、そういえばでしょ、うん、でだから私一人で皆様なんでこんな取り組んでるか分かんないですけど何の使命感で、そう、何の使命感ですかね。でも、うん、なんかすごく、うん、たのなんかいいですね、その考え方。いや、そのどうですか、使命感っていうか、だからいや真面目にその表現の自由が制限されるのってエロからですから、あエロとか下ネタからですから、へえ、うん、本当に、そっかそっか、うん、だしそのエロとか下ネタに関する規制って理解が得られやすいんですよ。規制をするときに、うん、そんな くだらないあるいはあのはしたない、うん、あるいは不謹慎なものは規制してもいいんだって なりやすいんです。で、なるほどね。で、やっぱりそのもうすっごい真面目な話をすると、私はやっぱその、うん、なんていうのかな、例えばまあさらに言うと女性はもっとその抑圧されてきたというか。女性らしくしなさいっていうね、はい、魔法の言葉でずっと結構縛り付けられてきた時代が長くて、で、なんかこう後の中退女子の生き方とかにも書いてあるけど、はい、なんか女性には性欲がないとか、はいはい、例えば下ネタを楽しまないとか、はい、そういろんなこう目に見えないルールみたいなものがあるじゃないですか、はい、でそういうルールが私全部嫌いなんですし、うん、さらにそのそういうルールとか規制っていうのが基本は嫌いなんです私、はい、でだからこそそれをちゃんと理屈を持っておかしいなって言いたいんですよ。でも、うん、理屈だけ言っても伝わらないから具体例とかがやっぱ大事なんですよね。なるほど、はい、でも規制むずいですよね、でも私もそれこそテレビ出るときにチンコはいいけどチンポはダメですとか、そう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 、それ面白かったあって、うん、で脅迫観念でいやいや言わないですよ、いつもチンコで解いて、私はこだわりがあるんです、どんな でもチンコで解きます、丹田力を入れてどこを見るわけでもチンコこれにこだわってますみたいなのを言ってたんです。ポはダメ、毛が生えて汁気が出る、ダメポ言ったことないとか言ってたから、本番ポって言わないようにポって言わないようにしようと思ったら、どっちだもチンポと解きますその後なんでチンポって言ったんですかって怒られたりとかそれのその現場も、うん、もう想像したらおかしいなと思って、大の大人がなんでチンポって言ったんですかとか、おちんちんにしましょうかちんちんにしましょう、おティンティンどうですかとか、なんかティンポとかどうですかとかずっとすっごい、だからそういうのもね、なんかすごい滑稽じゃないですか。いやめっちゃ面白いんですよ、なんかこのベルとかも、うん、こう、うん、これはどうですか、どうですか、あ、なるほどチンチンとかあって、滑稽でめちゃくちゃ面白いんですよ、うん、でそれをするにあたって、うん、卑猥でもなんでもないんですよね。そう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 、そうですよね、絶対卑猥じゃなくて、うん、だからその、はい、卑猥にしてるのはやめろって言ってる人の方がよほど卑猥なことを想像したりとか、うんうん、いやそうで、ね、結果失敗例が、全部言わないでください、ベルも使わないでください男性のあそこと言ってください一番エロいどっちの男性のあそこと解きます、めちゃくちゃこびてる確かにめっちゃエロくないですか、うん、私が男性のあそこと解きますすごいな。だからそういうなんていうの、なんていうのかな、じゃあ例えばですよ、そういうネタはダメですと、
でも男も女も全員ダメですってなったとしても、なんかやっぱそれもちょっとおかしいなと思うんですよね。女だからダメもおかしいし、うん、女だからいいも変ですもんね。そう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 。 でもじゃあ全部ダメもなんかちょっと怖くないですか、うん、うんうん、その全部いいも怖いし、ね、そう全部そう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 難しいな、うん、でそういう、でもかといってなんか例えば国がね法律で下ネタは一切禁止みたいになったらおかしいじゃないですか。おかしいっていうか、うん、無理じゃないですか。そうそうでしょ、無理無理なんですよ絶対に無理ですよね。なんか、うん、私もそれ考えたことあって、うん、結局どこ何を持ってお笑いとするか、うん、えでもブルマちゃんは、下半身を刺激させたらアウトって言って自分の中で規制かけてるけどみたいな、でもさみたいな、結局自分でそうやって一生懸命チンコってやってるのを見て立つ人もいるよねみたいなこと言われたらもうお手上げっていうか、でもそんなこと言ったら私が今朝バナナパイを食べてきましたっていうだけで立つ人は立つわけじゃないですか、うんうん、だからもうそんな規制なんて無理で、うん、でもお笑いもなんかこれってなんかセンスですよねって思って、お笑いも面白いか面白くないかの2つじゃないですか、うんうんうん、でも結局面白くないものも流れてるじゃないですか、うん、だから芸人から見てえ何この構成終わってんじゃん、よく流したのこの番組終わってるな、まあ、案の定終わったとかはあるんですけど、うん、なんか卑猥卑猥じゃないっていうのってなんかさっきね皆さんもおっしゃってたけど規制がかけやすくって全部バッサリダメになって面白ければいいじゃんっていうね。だからそこのすごい難しいと思うんですよ、ね、本当に。でなんかでもかといってなんていうの、そのハラスメントもダメなんですよ、うんうんうん、もちろん、うんうん、だからそこのでもじゃあハラスメントをなんていうのかな、そこがすごく私も悩んでるんですけど、うん、まあだから私はもうできるだけ安全な道をと思ってどうしても下ネタ言わなくなってってるんですけど、うん、でもなんかやっぱりなーみたいな、なんかこうでもそ全部なくなったとしたら本当にタブー化していって逆にもっとなんか違う怖さがそこに待ってる気がして、うん、なんかなっていうのはね、あーなんか自分がやってて思うのはなんか本当にセンスが必要で、うん、でそれが卑猥か卑猥じゃないかって一種面白いか面白くないかとなんかあ同じ意味だったりとかも、なるほどです、はい、そしてなんか例えばなんだろうな、なんだろうなんだろう、例えばなんですけどね、あじゃあ焼きそばとかけてことときます、どちらもなんか口の周りがなんかベタベタしちゃうでしょうとかって今笑ってくれますけど言って恥ずかしがって周りがえみたいになってたらそれは卑猥だと思うんです。そうなんですよ、ね、面白くないから、うん、でも焼きそばとかけまして、うん、チンコと解きます、その心はどちらもそこ、麺はシコシコしててほしいでしょうみたいな感じでやった時におーってなって、受けてもやっぱ大事だと思うんですけど、うん、おーってなって笑いが起きてたらそれは卑猥じゃないっていうことになるから、うん、私ができるのはとにかく常に面白くあることを目指して、うんうんうん、面白いとやっぱオンエアされるんですよ。なるほどね、規制がかけられないんですよ、はい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 、逆に変に中途半端にやると規制がかかって放送されないんですよね。なるほどね、だから面白くある、分かった、日本の下ネタのを底上げする、うん、私が代表者として面白くなることがまず第一歩。そういやでもね本当ねでもなかなかこれいないですもんね。本当っすね、うん、いやでもね最近今女芸人もいっぱい活躍してるじゃないですか、はい、でその人らが大喜利やるなり、うん、結構出てきて下ネタとか普通に言うじゃないですか、なんかあんまり上手な人いないなと思います。なんかおもんなみたいな多いですよ。だから難しいんですよね、はい、だからそこ難しいな。でもこれだけ考えてる人に正直だから勝たないと思います。だから私逆にここまで考えてなくてやってるから、まあ、別に素人ですけどねいや考えてますよ。だからね
すごいそういう意味でも、あの日頃から、まあ、最近だいぶ減ってきたとはいえ、だいぶ下ネタ言ってきた人間としては身につまされる部分もあったんですよ、どんだけ真面目に読むねんって言ったんですけどでも私も未だにこれ書いて、なんかこれに恥じるぐらい適当に滑る時とかあるんで、いやいやいや、だからね、はい、本当にあのぜひね、だってあとそのなんていうのかな、性的じゃない人間っていないじゃないですか、はい、どっちのいろんな意味で、うんうん、だからねやっぱりその、うん、なんかこうなんやろな、なんかみんなこうタブー視したりとかするんですよね。ねもちろんね、あの人を不快にさせたりとかは絶対ダメですよ。ダメです。もちろん無理やりやったとかね、うんうんうん、絶対にダメ。そんなの当たり前ですもんね。そうで、そういうことを言ってるからといっていきなりベタベタ触るとか、うんうんうん、なんか変な画像を送りつけてくるとかは、うん、当たり前ですけど NG なんですよね。 NG ですよね、うん、だからやっぱりそれの分別がつくとか、人間として当たり前のことができる人じゃないと下ネタはできないっていうのもありますね。そうですね、そうですね、本当そうですね、はい、だからね、うん、そういう意味ですごく考えさせられた一冊でしたなんかどういうまとめ方やねん。いやでもまとまってると思いますねそうですよね、はい、本当にそれをあの自分はずっとこれ今日伝えたことはずっと思ってたことなんですけど、はい、まだ伝え足りないぐらいなんですけど、あの自分が下ネタ論を読んで言いたかったことは、6割5分ぐらい言えました。あ、まだ3割5分、ま、全然あります。でもこれはさすがにね、あの放送できなさそうなこともいろいろあるんで、あちょっと自主規制を聞きたい。またそれはあの回さないところ で、はい、なんだこれ以上やばいことまあいろいろあるんですけど、はいはいはい、そうなんですよ。へえ、っていうことで面白かったんですけど、次にですね、この中退女子の生き方、これもねめっちゃ面白かったですよ。おこれもねまた売れてないですけどね、これ売れな、これも売れなかったのはね分かんないです。何でマジっすか。あのね、下ネタ論はね正直タイトルもそうだし、うんうん、その最初からこれは読まないっていう人もおそらくいるんだと思うんです、うんうん、どうしても、うん、だからタイトル下ネタ論にしたのは勇気があるなと思いました。あ、なんかそれね、こう竹書房の方が決めたんですよ、うんうん、あのでもすごく私は良かったと思いますけど、ただその読者を絞ってしまうのかもしれないとは正直ちょっと思いましたね。でもあの私のこの YouTube 見てるの結構その20代前半の真面目な、あのもう弁護士になりたいですみたいな感じで勉強してる人もいるので、でもそういう人にこそ読んでほしいの。私は読んでほしい、読んでください、うん、そうなんですよ。あのそういう感じでですね、でですね、その中退女子の生き方の方について、はい、ちょっとこれも面白かったんで、こっちの方があのさらに実はあのもっと多くの人に 読まれるじゃないでしょうか。いやこれね、私もねさっきあのうちの事務所に来てもらった時に最初に話したんですけど、うんはい、なんかねすごいいろいろぐさぐさきたな。なんか私はね、私もね学校行けない子供だったんです。うん、だからあの頭いいのに、いやいや、あのそれですごい刺さりました。まず私は、でもなんとなく中退だけはダメだっていう、うんうんうん、あののがあったんですよ、はい、でなんでかっていうと、自分が中退したらもうめちゃくちゃになるっていうのが見えてたんですよあのもう道をねめちゃくちゃ外すっていうのが分かってたから、であのもうしがみついてて、もうとにかく卒業というなんか普通の人っぽいあのものだけ欲しいと思ったんです。でもかといって道を外れて生きていくだけの力がないっていうのも分かってるから、うんうん、だから、まあ、特技っていうか勉強は少しできたから、うん、それがその良かったですけど、いやそうなんですよね、うん、なんかこれ学校にね、通いたくないっていうのイコール勉強ができないっていうことじゃないっていうのが面白いですよね、うんうんうん、であのむしろ、はい、あの私なんか同業者に話を聞くと学校馴染めなかった人とっても多いんです。弁護士さんですか。はい、そうなんだ、はい、
やっぱりその私はそういう意味ではなくて、なんていうのかな、なんか人が普通にできることがなんで自分がしなきゃいけないのかがわからないみたいな子供だったんですよ。あ、うん、で、本当にその例えばそれは朝決まった時間に行くとか、うんうん、でもだから芸人さんもそういう人いますよね。あの、はい、定時に毎日同じところに行くっていうのが無理みたいな。無理です、ね、私も本当に意味わかんなくて、うん、すっごい苦しかったんですよね、うんうん、朝すごい眠いし、うん、なんか本当にこのまま死んじゃうんじゃないかぐらい眠い。わかりますわかります。どういうことみたいな、うん、パニック状態で起こされて、でそのまま学校行って楽しくもない。で私は勉強できなかったね。勉強も意味わかんない。友達もさして楽しくない時もあったし、うん、体育は楽しい、なぜなら動いていいからみたいな。わかります。はい、で私もね、あの本当に今事務所と家とか近いんですけど、うん、あの遠くに行くっていうのができないんですよ。へー、わかります。だからあの中学もそうだったんですけど、うん、ちょっと遠くて、高校さらに遠かったんですよ、うん、家から。でそのなんかこう乗り継いで、でちょうど通学時間帯ってめっちゃ混んでるじゃないですか、はい、混んでるところも嫌なんですよ。あー、なるほど、うん、でそのどうしても遅刻する、うん、で1限行けなくて2限からでも間に合う時間に着いたのに、やっぱ2限から行くのが嫌で、はい、2限も行けないとか、はい、そのままずるずる3限も行かないとか、でたまたま遅刻してきた人と一緒にみんなでカラオケボックス行っちゃうとか、うん、そういう高校時代でした。そういう子も卒業できるんですね。できたんですね。あの自由な学校だったんで。そっか、はい、そういう学校だったらよかったな。そうなんです。厳しくて退学になっちゃうんです。はい、うん、今思うと。でまあ退学になってよかったなって今では思うんですけどね。それこそなんかそのまま高校卒業してレールに乗っちゃうと芸人に絶対慣れてなかったなと思う。一回道をそれこそ踏み外して、あのすごく広い視野で見た時に一番やりたいことっていうので選べたので、うん、どうしてもなんか高校行ってたらまあそんな頭の良くない短大とか、まあ、その辺に行くっていう選、大人が出す選択肢の中で選ぶしかできなかったんで、うん、結果良かったんですけど、はい、なるほどね、うん、だからね、あのそういうところとかからまず結構心をつかまれて、でこの前もあの東大女子と京大女子で4人で座談会っていうのをやったんですけど、はいはい、うん、その時ももう学校馴染めなかったっていう人が多すぎて、不思議。じゃあ勉強どこでやってるんですか？勉強はね、みんなね学校じゃないところでするんですね。塾、勉強は自分でするんだと思います、多分。でも教科書読んで分かるんですか？教科書を何回も読んだらできるようになったっていう人は結構多いですよね。でも教科書意味分かんなかったっすよ、うん、で結構ね、例えば小学校の時だと、あの同業者とかで多いのは、うん、学校の授業は聞かずに教科書をその間ずっと読んでて勉強ができるようになったっていう人がやっぱすごく多いですね。じゃあ教科書ってあれ分かりやすいように一応書いてあるんですか？書いてあるんですよ。私あれわざと分かりづらいように書いてるのかと思いました、うん、だからね、分からんと思って、そういう教科書をよ、教科書が一番いいテキストだっていう人もいますね。でもその宮さんとかは、はいはい、3歳とか4歳5歳の時からも頭良かった感じですか？いや私は全然そういう感じでもなく、うん、なんやろな、まあただその中学受験したんで、中学受験するぐらいの段階ではちょっと勉強できるかなぐらいではありましたけどね。不思議。もうそういう人よくわかんない。いやでもその勉強で、その私の場合はですけど、ちょっと私の話になって恐縮ですけど、あの小学校5年生ぐらいの時にスポーツをやって生きていくのか勉強をやって生きていくのかっていう2つの一応選択肢をなんか選ばされて、はい、いやこれどう考えても勉強やなと思ったんですよね。おお、あのスポーツも、うん、スポーツもちょっとできたんです。へえ、ちょびっとだけ、うん、でもやっぱ勉強の方が上に行けるというかっていうのはなんとなく分かりましたね、小学校の時に。
へえ、私って頭いいんだっていうのがなんとなく、頭いいんじゃなくてね、勉強ができるって感じですね。どういう感覚、頭がいいっていうのと勉強ができるのは多分ちょっと違うんだと思うんですよ。へえ、そうなんだ、はい、だからあの学歴が高い人がみんな頭がいいわけじゃないっていうふうには思いますね。うん、なんかそうやって教科書何回も読んだらできるようになった、あれをあの時したからだみたいなのありますか。あれをあの時したからだっていうのは、なんかよく言うのは4月5月6月生まれとか言うじゃないですか。そういうのは多分なくて、はい、勉強ができるできないはそのなんていうんですかね、例えば私がブルマさんの下ネタ論を読んで、うん、こう思いましたっていうふうに言ったじゃないですか、はい、それは私にとってはですよ、あの書いてあることを、まあ、例えば自分の経験とか自分の知識と結びつけて、あこの意味を与えるっていう、うん、それなんです勉強って、うんうん、あの国語も英語も全部そういう、うん、その世の中に、まあ、世の中にじゃなくてもいいですね、教科書に書いてあることが、うん、ある一定のルールがありますと、うんうん、でそのルールを違う、あなたルール分かってますかっていうのが試験なんですよね、はいはいはい、でそれでそれについてはどういうふうに答えるっていう一定の答えが、答え方とかがあって、うん、それをひたすらやるだけなんです勉強って。方程式みたいな。あ、そうですそうですそうです、それも全部の科目で多分そうなんですよね。へえ、じゃあなんか電化製品とか取扱説明書を読んで、関係ないか取扱説明書、一緒です一緒です、でも そういう感じで、教科書って取説みたいなもんで、ただその勉強できる人は取説読むの嫌いっていう人も結構多いんですけど、うん、あのとにかくそのインプットですね、教科書はインプットで試験はアウトプットで、そのアウトプットに必要なことは全部教科書に書いてあるんです。書いてありました、書いてあったんですよっていう感じで、でもあの世の中に出たらその問いと答えが必ず決まってるようなことじゃないから、だあの関係なくなってくるっていうのはあると思いますよね、うん、へでもね、だからそんな、まあ、私の場合はたまたまあのちょっとだけ勉強ができたっていう話なんですけど、でもね本当にね、私もあのこのノールールの生活を送った時に、はい、最終的に17時に起床するのがルーティンになったって中退後の話、はい、でこれね私はあの司法試験に7回落ちてるんで、7回落ちてますから、うん、その時に、まあ、無職で学生でも何でもない無職のただの受験生っていう時に、で勉強する気力もなくて、うん、司法試験の勉強がもう自分にとってはすごく果てしなくて、うん、ゴールが見えなくて、はい、でその時にどうしていいかわからない時の生活ってこんなんでした。いや不思議ですよね。でもこの生活をしてたけどちゃんと受かるんですもんね。でそれがね、あのブルマさんが R1 の決勝にどうやったら出れるのかっていうことを書いてらっしゃるじゃないですか、はいうん、それと同じなんです。おーゴールが、ゴールをどこに設定するかによって日頃の生活が変わるんですよね、うん、おー、うん、じゃあそれまでは司法試験だったのをもっと上にしたってこと、うん、てかね司法試験っていうかそのそうですね、あの司法試験に合格するっていうのが自分にはなんかもう雲の上のことすぎて、はい、やっぱぼんやりしてたんですよね。はあ、それをちゃんと絶対に受かるぞって決めたら急にって、もう確かになんかサッカーの選手とかもなんか試合を常に意識して練習するのとしないので全然違うって言いますよね。本当そうなんですよ。だからもうあの、うん、なんていうのかな、私だから下ネタ論をもともと読んでたって言ったじゃないですか、はい、もともと読んでてぼんやりといろいろこういうこと聞きたいなと思ってたけど、今回ご出演いただくことになってもう一回読み直したら、うん、やっぱり全然違いますよそれは。へー、これを聞こうって、これを あ、はい、あのブルマさんに来ていただいて、いろいろ聞こうって思いながら本読むのと、あーなんかそれこそ今あの M1 の、はい、予選中なんですけど、はいはい、そうですね今準々決勝ぐらい、なんかちょうど喋ってその相方のルシファー吉岡さんっていう人と
変態紳士と言われてる人なんですけど、その人と喋っててなんか家でこういうネタやろうと思って書いて、うん、いざ本番迎える前にこれでやるわけないと思って、うん、めちゃくちゃネタって変わるよねっていう話してました、うんうんうん、言い回しとか、はい、そういうことですね、うん、でもね本当目標がぼんやりしてる、目標があってもぼんやりしてるとこういう風な生活にはなるんだと思います。うーん、であの私もだからすっごい思い出したんですけど、めっちゃくちゃ怖くなかったですか？怖かったです、恐怖。別に、はい、なんかやるべきこともないからやらなくても別にいいし、その生活しててもまあ言ったら誰も怒る人もいないけど、うん、はい、17時起床の生活、はい、すっごい怖くなかったですか？めっちゃ怖かったです。なんかその言い表せない、うん、なんか危機感あるはずなの、何もできないというか何もしなくてもいいし、なんか魂が常になんか自分の体の外にあってふわふわして、うん、このまま消えてなくなっちゃうんじゃないかっていう怖さありますよね、うん、だからすごいね、あのこのね中退女子の生き方の、あの私が受からなくてグズグズしてた時ってこういう生活してたから、すっごい分かりました。おし、あのすぐに何て言うのかな、すぐに頑張ることができる人間は7回もまず落ちないんですね。そうだから司法試験がどんだけ難しいかっていうのが、はい、やっぱりめっちゃむずいですよね。うん、っていうかやっぱそれこそ途中で辞めたりとか、あ、就職するとかっていう選択肢も多分あるし、あのグズ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 私はしてたんだと思うんですけど、だからそういう時にね、あのその時に呼んだら もう号泣したと思う。この前半の中退後のエピソードとかは、うん、もう号泣したと思います。本当ですか？うん、それぐらい。でもなんかそのなんていうのかな、何かをやりたい気持ちはあるけど一歩踏み出せない人にとってはすごい刺さると思う。あ、もう刺さってほしいな。し、あのその何かしたいけど一歩踏み出せない人が呼んで踏み出し方が分かると思います。みんな目指すものは違うじゃないですか。はい、あのね、みんなが芸人さんになりたい、みんなが弁護士になりたいわけじゃない、みんな目標は違うけど、そのマインド、何かを乗り越える時の心の持ちようみたいなことはヒントになると思うから、ぜひ読んでほしいなっていう感じなんです。本当にそう、もう絶望したって書いてて、もう私も本当に絶望してたから当時。美和さんにもそういうことがあるんですね。全然余裕でありました、私なんて。そっか、うん、でもそんだけも教科書を何回も見たら自分で勉強できちゃう方でも司法試験っていうのは本当に難しい。司法試験はね、そういう感じじゃなかったですね。あ、ちょっとまた違うんですね。うん、なんかね、そうですね、まあ私に全く向いてなかったのかもしれないですね。それまでのあの勉強はそこそこクリアできたんですけど、でもそこそこですから私の場合は。やっぱりそのそれもね、あのやっぱ軽くショック受けましたね、大学行った時に、はい、あの大学入った時に、あ、すごい賢いというか勉強ができる人が世の中にこんだけいるのかって、めちゃくちゃ平凡以下だなと思いました、自分のことを。東大なのに。全然です。東大に行ったからか、こそかもしれないですけど、あ、これは本当に勉強っていうフィールドで戦ってももう全く歯が立たないなって思っちゃったんですね。でもね、そこで間違ってたのは、歯が立たなくても努力はするべきだったなっていう。努力をね、やっぱゼロにする人間に女神は微笑まないです。お、それも絶対に。お、だから、はい、そうだとしてもですよ、歯が立たないとしても自分なりの努力を続けるような人間性であるべきだったなって思います。じゃあ、うん、歯が立ちません、でもひたむきに腐らず捨て腐れず努力を続けてたら何回目で受かってたと思いますか？でもね、そういう人間性じゃなかったしあのでもしそういうことができる人間だったとしてもまた違う面で嫌な人間になってると思うんですよね。例えば頑張ることができない人をバカにしたりとか、あ、そういう人間になってたと思うんです。
私。じゃ結果7回落ちてた。全然私はあのなんていうのかな、早く受からなくて自分は OK だったなと思います。自分の性格が悪いから。はい。もし早く受かってたらあのそんな堂々と、いやいや自分の性格が悪いから。そうそうそう、あの本当にね、性格いい人もいますよ、もちろん早く受かってても、はい、でも自分の性格が悪いから早く受かってたらあの頑張ることができない人とか勉強ができない人のことをバカにするような人間になってたかもしれないから、うん、壁にぶつかってよかったです。なんかあの本当に一緒にしちゃ申し訳ないですけど R1 とかもめっちゃそれ思います。そうだからね、 R1 の話がすごい共感したんです。本当ですか、うんうんうん、なんか聞きたい聞きたい。性格悪くないですよ、そんな芸人の。いや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 、なんか一緒に共感してて、普通なんか、うんうん、なんかイメージですよ、これも偏見ですけど、うん、東大行って司法試験受かってる人からしたら R1 の合格不合格なんてけみたいな。違う違う、だって私 R1 とか M1 もそうですけど、あっちの方がよっぽど合格率大変やから。まあ合格率、あでもどうなんですか合格率で言うと。だってもうそんな何十パーセント、私が最終的に受かった時は何十パーセントとかの話やから、そんなそんな R1 の決勝に残るの 何千分の4000分の10とかでしょ。そんなありえないですよ。4000分の10ってことは400分の10。そう、いや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 、ごめんなさい。あ、まあ、でもこっちは運があったりとかねしますよね、それまでに売れてるかどうかとか。試験も 運もあるから。試験も運があるんですか。あります、あります。へえ、なんで、あその問題が出るかとか。そうそうそう、だってそんな全然運ありますよ。でも努力が大半じゃないですか。努力が大半ですけど、でも努力をすれば報われるわけでもないじゃないですか、はいはい、逆に言うと運が悪くて落ちる人もいるわけやから。でもその人のことを努力が足りなかったなんていうのはもう間違ってると私は思うから。はい、うん、本当ですね、うん、なんか R1 もね結構複雑というか、まあ、事務所とかね、うん、やっぱりなんか事務所、事務所はあると思います、うん、じゃ若干ね、うん、でももちろんあ今年は吉本少ないなとかもちろんあります、うんうん、そう、分母が大きいんで、うん、吉本ばっかりと思うけど、単純に吉本の受けてる人数が多いとかもありますし、でもとかもありますけど、そうですよ、ね、でもそれを了承した上で私たちは受けてるんで、うん、その枠が例えば10あったらそのうちの何枠かはもう決まってるものだと思って残りの枠を表そうみたいなところもあります。うん、なるほどね。そうじゃないと受かんないってのもあります。そうですよね、はい、なんかのせいにしてたらそれこそ。いやだからR1 ね、いやそうだから R1 もなんかあの子早く優勝できた、うん、決勝に行けた、うんうんうん、いいなと思うけど、やっぱその後、うん、めっちゃ苦労してたりとかして、なんかこれもう、はい、名前とか出しちゃうとあれなんですけど、なんか想像してみてほしいのが、あこの人たちこんなに早くこんないい功績を収めたな、いいな羨ましいなって思ってた人たちに限って、うん、その後めっちゃまあ叩かれてたりとか、平場が弱いって言われたりとかしてるんです、どの大会も。なんでその早く受からなくてよかったっていうのすっごいよくわかります。だからね、本当にあのなんだろうな、私はそう思ってて、だから R1 の話とかもあのなんていうのかな、R1 の決勝に残ることが目標だったから決勝では力が出せなかった話とかもすっごい共感しましたね、はい、そうですね、うん、なんか優勝3回ぐらいするって思っといたら、うんうんうん、決勝いざいた時も日和らずに、こんなの当たり前とも出てきたのに、うんうんうん、もう決勝もうなんか手がもう私動かなくなっちゃうんですよ、ギーってなってしばらく握れないし開けないみたいな、力出せないまま終わっちゃいました。いやであとね、最初の方に言ったけど、私だから昔付き合ってた人がお笑いがすごい好きな人だったんで、はい、その人の話で泣いちゃうかもしれない。また出てきた。いやいや、でだからあのお笑い芸人さんへのリスペクトめちゃくちゃあります。その人芸人だったんじゃないですか、もしかして。いやいや芸人さんじゃない、絶対芸人さん。しかもちょっと有名な人じゃないですか。違う違う、絶対そうです。ほんまに違うんで、ほんまに違うんで、答えはまた後で、お伝えしますね。作家さんだな。いやいや、それでね、すいません。いやいや、それで、でもね、ここが、なんでって思った部分があって、結構、順番に線引いたところ、順番にこう、今、Kindle で追っかけてるから、聞くと、額がないというのは本当に恥ずかしいことだ。私は、ブス、貧乳、出っ歯と言われても傷つかないが、バカと言われると赤面し落ち込んでしまうっていうふうに書いてるらっしゃる部分があって、
これはこの感性は何だろうって思ったんです。え、どういうことですか。あの、はい、ブスとか貧乳とか出っ歯って言われたら、はい、傷つく人多いと思うんです。はい、全く傷つかないかもしれないですね。でもバカはへこむ。へこみます。何なん、それは何なんでしょう。これがね、ちょっとここはね、全国からでもね、なんとわからなくて、すごく印象的だったんです。でもやっぱりなんだろう、まず大前提として頭のいい人、それこそ三輪さんみたいな方は、うん、なんかこう萎縮しちゃう自分が今、あ、でもみんなそうか、結構萎縮されます。だから下ネタ言うんですもんね。あのね、私はね、私はコンプレックスがあって、あの勉強がめちゃくちゃできる人にコンプレックスあるんです。お、本当に、はいはい、自分よりもってことですか。自分よりもですね、はい、はい、で、なんていうのかな、勉強がすごくできて本当に成人君子っぽい感じの人にはすごいコンプレックスあります。あ、じゃあ本当はそうなりたかったかもしれないですね。へえ、うん、私でもこの今思ったんですけど、うん、掘り下げていただいて気づいたんですけど、はい、やっぱり、その頭悪いって言われると赤面して傷ついちゃうっていうのは、うん、なんでかって言ったら、その時その瞬間の言葉ってよりもやっぱり小学生の時の本当に辛かった感情がもう多分表面張力もういっぱいで、うんうん、未だにで、その一言でそんなこと言わないでよってなっちゃう状態だと思います。なるほど。やっぱりなんか小学生の時って、うん、なんか大人って大人になったらもっと辛いこといっぱいあるよって言ってくるじゃないですか、うん、ちっちゃい時に。私はなんか小学生の時が一番辛かったなと思うんです、うん、未だに。やっぱり閉鎖されたあの小学校っていう空間でもうここから外に出れないって思うじゃないですか。思います、思います。ここが全て で、うん、で勉強ができる子が一番偉いっていうのがある中で、うん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 、私本当にどんなに勉強しても、あと算数とかみんながあ60点だったとか言ってる中でマジで23点とか本当そういう次元だったんですよ。大丈夫この子みたいな。でそれをなんか当時の先生も本当デリカシーがなくて、うん、みんなの前で採点するんですよ、うん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 、でしたらなんとかなんとかさすが98点、あ、なんとかなんとか残念88点で、私の名前まあ、今野ブルマだとして、今野ブルマすごい23点ですみたいな、うん、のでもうバーって泣いちゃうみたいな、うん、なんでそんなことするの頑張ったのに、うん、みたいなのが未だに癒されてないんだと思います。あの辛かった。で私はダメなんだとか、うん、で先生って意地悪な人いっぱいいるんですよ、うん、いますよね。私が分かんないって分かってるのにわざと当ててきて恥ずかしみ受けて、うん、もういいよ座ってっていうのを毎回やってくる人に、うんうん、今までの人生で小学校で2人ぐらいいて、うん、中学校でも2人ぐらいいたんですよ、うん、で私のなんかこの体質もあると思うんですけど、そういう人引き寄せちゃうっていうのもあって、なのでいまだになんかこう条件反射でうってなっちゃうっていうのが、うん、なるほど、はい、そういうことやったんか。でもなんかそういうのにコンプレックス持ってるなって人って分かるんですよ、やっぱ同志だから、うんうん、やっぱそういうことだと思います。なるほどね、うん、そうか。いや、あのね、あの多くの人はあの でもここで、あとね、今話聞いて思ったんですけど、その経緯は違うんですけど、はい、私もね、なんでここに線引いたかっていうと、私もそうなんです。ブスとか言われても全く平気なんです、はい、で私もデッパで、デッパって言われてもデッパはちょっと辛いのかな。デッパじゃないですけどね、全くデッパなんですよ、はい、でそれででもね、バカもね正直そんなに落ち込まないんですけど、はい、なんかこうブスはね結構言われてへこむっていう人多いじゃないですか、はい、いらっしゃいますよ ね。なんだけど そこは傷つかないっていう風に断言してるのがね、すごい、あ、それは私も一緒って思ったんですよ、うんうん、すごい、なんか共通点がいっぱいあって嬉しい。そうで、それで あとね、そのすぐ後に出てくる、あの、そうで、ここもねすごい刺さったんです。いつまでもルールを破ることを自己表現と勘違いし、とんでもない素行不良な人間になっていてもおかしくなかった。私もそうなんです。だからただ私ルールを破ることが自己表現だって思ってたわけじゃないんだけど、ルールが守れなかったんですね、はい、でルールが守れなくて、でかつルール、その小学校とか中学校とか高校の時に課せられてるルールって不合理なルール多いじゃないですか、はい、多いです、はい、意味がわからないルール、はい、でそれをこう
押し付けられるのが嫌だったから守らなかったんだけど、でもそれは自己表現ではないんですよね、拒否してるだけでね、うん、はい、でそういう、でもそれを自己表現だって勘違いする人もいるじゃないですか、はい、で例えばその、未成年の喫煙とかもそういう側面があったりすると思うんですよね、はい、めっちゃあると思います、遅刻とか、うん、そうだ、遅刻とかもめっちゃしてたから私も、でそれはでも自己表現じゃないから、それをあえてやったらそんなにかっこいいことじゃないんじゃないですか、はい、だからそういうのもこれもすごい刺さったんです。あーでもなんか本当にわかるな、だから私はもしここも本当にあの全く同意っていうか、私ももしあの時中退してたら、あるいは大学卒業できなかったら、弁護士になれなかったら、とんでもない素行不良な人間になってたと思うんです。へーって言ったら多分夫なんかはお前十分素行不良だよって言うと思うんですけど、あの何に言うと思うんですけどあれそうなんですか。そうだからね、すごいこういうところもね、あの本当にあのぐさっときました。へえ、そう、私は絶対すごいことになってたと、すごいって悪い意味でなってたと思います。はいね、どっかのタイミングでね、はい、うん、そうなんですよ。でもあの結構これだから結構セキララに書いてますよね。めっちゃセキララですね。ね、まあ、うん、まあ、書いてないこともあるんですけどね、うん、まあでも基本は全部書いたぐらいの勢いで、ね、はい、結構ねすごいあの、うん、そうなんですよね。こんな丁寧に読んでくださってるの。そうなんです、結構丁寧に読ませていただいてその丁寧なのが、うん、あの嬉しい気持ちと、なんで面白くなってきたの何が面白いですか。嬉しい、面白いって言われるの好きやからいやなんか何え、なんかなんでって思ってきた最初は嬉しい、え、いたんだこんな人書いてよかったちょっと気持ち悪くなってきましたなんか気持ち悪いやこれ一重にでもね、私みたいな子供、うん、子供っていうか私みたいな気持ちを持った、若い人がいたら絶対に刺さるから伝えたいだけです本当に本当に。でそれはそれはだからブルマさんみたいな10代、うん、ブルマさんの10代のような10代を送ってる人に今届けたいんですよ。ああ嬉しい、いるかないるかなでもいたってことです、美輪さんも、うん、でも不思議ですね、なんかそのじゃルールがあんまり好きじゃないの、美輪さん完全に半分になってますけど、うん、で枠から見てる自己表現なんか美輪さんもそうやってルールが嫌いとか、はいはい、遅刻しちゃうみたいな、うん、だけど、うん、私なんかそういう人の自分の周りですよの共通点って、うん、やっぱり学校のその勉強があんまり得意じゃなかったというか、何のためにするかも分かんないし、はい、だけど例えばなんだろう、うん、記憶力がやたらいいとか、うんうんうん、何かにすごく詳しいとか、例えば私とか謎かけ最初からできたんですけど、はい、とか、だけどなぜか学校の勉強はできないみたいな人がイメージあったんですけど、はいはい、勉強ができる人、いや、まあ宮さんの場合はいっぱいいるんですもんね。そうそうそう、不思議ですね。だから本当にそっちがいいな。いや本当にあのでもね、だから弁護士はちょっと多いんじゃないですかね、わかんないですけど、だからあのよくよく話すと変わってる人はすごい多いですけどね。弁護士さんは、私は同業者だからいっぱい知ってるけど、変わってる人、うん、そうなんだ。なんか弁護士さん、え、変わっててやっぱる方がうまくいくというか、いや変わってる方がうまくいくってことはないんですけど、うん、なんていうのかな、その変わってる人でも受け入れる業界ではあるかなとは思いますね。へえ、うんうんうん、なんか勝手なイメージ、私弁護士さんと関わったことないですけど、プライベートで一回も、なんかすごくまあ知識が豊富で、うん、公平な目で見れて、一般常識があって普通の人の感覚っていうものが分かってるから、いや裁けるとか、あの、ね、はい、公平さっていうのは学習するものです。公平さを最初から公平な人間はいないです、はい、そうなんですか。そうだから、それは本当にそうで、みんなバイアスかかって生きてるから、はい、最初から公平な目っていうのは持ってる人は多分いなくて、公平さっていうのも学習する、学習と、私はですよ、それすごい聞いてくれてめっちゃ嬉しいんですけど、公平さはね
学習と感性だと思ってます。感性もあるんですか。うんうん、だと思います。へえ、うん、じゃあそれこそ方程式があって、これはこうだからこれが公平っていうなんかあるんですね、うん、あ、そうそうそう、そういうことです。それを学ぶんですね。学ぶんだと私は思ってて、でその例えばですけど、そうだな、例えば、1900年代前半でのアメリカにしますね、はい、ちょっと場面設定をこういうふうにしますね。1900年代前半のアメリカで白人で黒人に対して偏見を持ってなかった人も多分いると思うんです、はい、でも全然黒人差別がひどい時代にも、はい、でそれは生まれながらの多分その人の感性なんだと思うんですよ。差別心がないという、はい、っていう人も少ないながらもいたはずなんですよね、はい、でも世の中はもう差別があって当然だったわけじゃないですか、はい、でもあって当然と思ってた人が変わっていくわけじゃないですか、はい、それはやっぱ学習だと思うんです。あ、うん、そういう感じです。わかりやすい。どうですか。すっごくわかりやすいです、はい、だからそうなんです。学習と感性なんです。そういうことを繰り返して今ですもんね、うん、私たちも。そうですそうですそうです、そうです。あ、うん、私もなんかテレビとか見ててこれは面白いものだって思ってたけど、うん、そうじゃないんだとか。なるほど、うん、学習すもんね。学習と、そうだから、うん、さっきセンス、お笑いとその下ネタとセンスって話出てきたと思うんですけど、うん、でもセンスだけじゃ多分なくて学習と感性だと世の中のことは思ってるんですよ。だからその学習だけができる人でもやっぱダメな人はダメなんですよね。感性も必要なんじゃないかなっていうふうに思ってて。お笑いもめっちゃそれあります。そうですよね。でも学習はなんでそれができるかって言ったら好きだからなんですよね。その一点ですよね。そうですよね、はい、だからすごく、まあ、すごい、はい、公平さっていうのは、うん、そういう意味では先天的な部分もあるし後天的な部分もあるっていうふうに思いますね、うんうん、確かに運動とかもそうですもんね。最初から持ってる体型とかセンスあるけど結局努力がまくったり、でも結局センスあるやつに負けちゃったり、うん、でもセンスあるやつも努力しなかったらやっぱダメになっていくし。だと思います。本当そうだと思います。はい、楽しい。そうなんですよ。すごいなと思います。うん、美和さん。いやいやいや、私なんかはだからそのうちの夫はサッカーじゃないですか、はい、だから全く勉強できないんですよ。へえ、本当に勉強できなくて、さっきのブルマさんの話で言うとなんかやたらと変な記憶力だけが発達してる人なんですよ、ね、そういう人います、ね、いますよね。います。私もでもそういうところだから。そうで、だから芸人さんとかもそうだと思うんです。でもそうですね、だからそういう人が好きなんです、私多分。なんかそっち側に見えるじゃないですか、うん、結構。うん、そっち側に見えますか。はい。いや、そう、なんていうのかな、あ、だからなんていうんですか、芸人さんとかもそうですけど、うん、うちの夫、まあ、作家ですけど、うん、そのちょっとクリエイティブなことをする人が好きなんです、うん、自分にはないからクリエイティブネスみたいなのが、クリエイティビティが、うん、ごめんなさい、これもすごいちょっとクリエイティブなこと言うんですけど、正夢です。夢で見ましたこれ。だからその宮さんが、うんうん、私クリエイティブな人に憧れるんですって言って、いやそっち側ですよって言ってるの夢で見ました。恐ろしい。こういう人ってすぐこういうこと言いますよね、うん、なんか自分にはそういう能力があるみたいな、うんうんうん、すごい。いや本当に見ました。だからね、そういう、だから私本当にそういう人に憧れとリスペクト、不思議。なんか宮さん不思議ですよね、うん、なんかそういうそっち側の人に見えるし、そういう人なんでしょうけども勉強もできるし。いや私だから自分で言うのもなんですけど、めちゃめちゃ中途半端な人間です。あ、まあまあ聞こえがあるんですけど、なんか本当に間っていうか、あ、まあまあ、そうですね、まあ、うん、間でどっちも別にそんな大したことないんですけどね。なんか、うん、普通なんだろう、こうなんかこう点と点が線になって何かの形になるんですけど、ミヤさんってそのクリエイティブな部分が群抜いてて、頭いい部分群抜いてて、なんか形ってよりも一本細いなんか線。いや不思議な。いやいや、だからね、本当に、まあ、ちょっと変わってますね。いやいやいや、だからね、そういう、
だからあのテレビ出たいなって思って、はい、思い立って、はい、でそっからでもテレビ出れるようになるまで3年ぐらいかかったんですけど、いや短いんじゃないですか。それは短いですね、そういう意味では。弁護士になってからですから。あ、そうか、弁護士になるまでがめちゃくちゃ長いから。そうですね、弁護士さんでもテレビに出るのも別にみんな出れるわけじゃないですもんね。多分ね、まあどうなんですかね、うん、小竹正義感とかね、今芸人で。小竹くん実は私知ってます。あ、そうなんですか。はい、小竹くんはあの私の方が先に弁護士になってて、うん、ちょっとだけ教えたりとかしてたんです、同じロースクールで。はあ、今不思議ですよね。なんか芸人になりたくて、その人は分かんないですけど弁護士になったとか東大行ったみたいな人も出てきて、ね、芸人のなんかすごくどんどん価値が上がってる感じが嬉しい。だからあの小竹くんが渡辺エンタですよね、はい、のあの養成所に行くっていう時に、うん、なんか相談されて、あのどう思いますかって言われたから、はい、やりたいことやったらいいねって言って、うんうん、そうですよね。奥さんもなんかイケてる人ですよね。そう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 、確かね、うんうん、はいはい、だからね、あの小竹くん、あれ結婚してること言ってますか、ね、あ、言ってる言ってる、うん、小竹くんはあのちょっとだけ知ってます。へえ、うん、面白い。なんか美輪さんはすごくなんか性格が良くて、こういうなんかね、普通にフラットに話してくれてるなってずっと思ってて、それがすごいいつも好きなんですけど、なんかこうやって話してたら実はめちゃくちゃバカにしてて、こうやってフラットに話してる振りがうまいんじゃないかっていう気がしてくるぐらい、うん、そんな気してました、気するぐらい、うん、あの不思議な人。あ、本当です。いやいやいや、人狼ですね。人狼弱かったでしょ。弱かったでしょ超弱かった。弁護士なのにそれもなんかね、なんか弁護士ハラスメントですけど、いやいや、弁護士なのに人狼下手なんだ。人狼めっちゃ良かったでしょ。めっちゃ良かった。で、私自分でも弱いやろうなって思ってたんです、うん、はい、いや、なんか案の定弱かった。すごく雑魚に見えるっていうか。なんで人狼やったんですよ。ちょっと概要欄に貼っときますけど、はい、松竹芸能 YouTube チャンネルでやったんですけど、なんかあれって雑魚って思われたら消されるじゃないですか、うん、なんか初手で雑魚に見えて。そうでしょ。私もね、あの分かってたから、自分の実力は分かってたから、はい、行く前からみんなが警戒してるから最初、はい、いや全く警戒しなくていいのになって思ってたら案の定でしたね、はい、いや、そうですね、うん、なんか変でしたもんね、うん、あれはね、もう無理です。私全然ああいうのダメなんです。本当に面白い、うん、あれ楽しかったですよね。はい、楽しかったです。ちょうど1年ぐらい前かな。うん、あの時ブルマさんも私も実は妊娠してたんですよ。そうなんですよ。2人とも誰にも言ってなかったけど、はい、ね、本当ですね。妊婦っていうカードがあったら2人とも、そう、実はそうだったんですよね。はい、うん、そうそうそう、年がお子の年が、そうなんですよね、月齢が。そうなんですよ。だからね、あの時妊娠してたんやって思いました。全く分からなかったから、ね、あ、そう、うん、私もダボダボっとしてたし、でも今思い返すと美輪さんも結構大きめのワンピースつけたんですよ。そうなんですよ、そうなんですよ、実はね。いや、面白いな。いや、だからね、ちょっとなんか長々とすいません。いや、確かに2時、すいません、2時間大丈夫ですか。全然大丈夫ですか。大丈夫ですか。私は大丈夫なんですけど、ちょっと、うん、いや、だからこれもな、なんか売れてないと人権すら失うんですかっていうセリフとかも、これはね、私ももう合格してないと人権ないんやなって思いながら過ごしてました、受験生時代、うん、いや、そうですよね、うん、でも弁護士目指、芸人で売れてないですと、弁護士目指してるけど試験に受かりませんだったら、絶対弁護士さん目指してる人の方が大事にされますよ、ね、そうかな、うん、いや、あとこれね、向き不向きを他者に判断させてはいけない。だからさっきの話なんです、うん、自分の矢印を、絶対自分から出る矢印を大事にするべきなんです。他人にどう判断されるかを、はい、あの判断権者を、判断基準も判断者も人に預けちゃいけないんですよ。生きていく上でとっても大事なこと。本当っすね、うん、なんか私最近、うん、ふと思い出したんですよ、はい、こういう人と喋ってると苦しくなるなっていうのが、うん、でも芸人の飲み会でたまにいる、うん、最近はあのプロデューサーとあのプロデューサーが来てるから、そこにハマれば間違いないらしいよみたいな話する人とか、なんか、なんだろうな、例えば
そのテレビに出るにはまずスポンサーっていうのがあって博報堂っていうのがあってみたいな、うん、そういう仕組みを話して、はいはいはい、だから芸人っていうのはこういう風にやったら売れるらしいよみたいな話をされると、うん、なんか吐きそうになるんですよ、うんうんうん、それって多分そういうことですよね。矢印、何かに向かってる矢印に対して自分が合わせに行くから、うんうん、苦しくてそういう生き方をしたくないから芸人になったのに、うん、なんでこんな話聞かなきゃいけないだろうって思うから、そのそうじゃなくて私がやりたいことの先についてきてもらうしかないんですよね。自分らしく生きるとか売れるというか、はいはいはい、でそうだと思うんですよ。でそれがやっぱ人と違うから売れるんじゃないかなと思うんですよね、うんうん、芸人さんの場合はね、はい、でもそのみんな、まあ、芸人さんに なりたい人は少ないと思うから、はい、でも生き方としてはやっぱりそういうてか私なんかお笑いが好きじゃないですか、はい、だからそういうところを見てます。やっぱ自分の面白いを追求してる人がかっこいいと思うし、はい、それを自分が面白いと思うかどうかだからっていう見方をしてて、はい、売れてるからとかは絶対関係ないと思うんですっていう風に思わないと、まあ、売れないサッカーを夫にはできないですっていうか、自分が私かっこいい、だから、あの面白いっていう意味ではあの夫ともともとツイッターで出会ったんですけど、はい、ツイッター婚なんですけど、実際に夫と出会った時に、あ当時ね、はい、あのまた話がそれて申し訳ないんですけど、はい、それてばっかりなんですけど、なんかあのなんていうのかな、いわゆるだから学歴が高い人とかを彼氏にした方がいいのかなって思って悩んでたんですよ。へえ、そういう人と付き合った方がいいのかなと思ってた時があったんですけど、はい、当時夫と出会った時に、あ私が出会ってきた実在する人物の中で一番面白いと思ったんですよ。へえ、で面白いは、はい、ちょっとかもう変えがたいなと思って、お他に代わりがいないなと思って、はい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 、うん、そっか、そうでこの面白いは、はい、この人別に面白がらせようと思ってないから一生この人このまま私にとって一生面白いだろうなって思ったんですよね。おー、うん、面白いってのはそのお話がとか、あのねなんかあのあ作品、あこの話になるんですけど、なんであのあのあのだからなん何回かお会いして、お会いしててか会って、まあ、そういうことがあってでまたねみたいな、なんとなくまたねみたいな感じになって、うん、でそれで最初はなんかそのションボリーさんだったんですよ、初めていたした時に、はい、はい、夫が、あでそれではなんかしょんぼりしててごめんねごめんねみたいな感じでずっとメール来てたのに、なんか1週間ぐらい経ってから急になんかなんか性病とかじゃないですかみたいなこと言い出して態度が表現して、うん、でそれもやんわりと言ってくるんですよ、あのお体の方はみたいな、ね、あのいや急にこの人私の性病を疑い出したでと思って、そしたらそのこの先がなんか赤くなってたとか言って、はい、でそれなんかなんかの病気を私にうつされたと思ったらしくて、で急に1週間ごめんねとか言ってた人が急に態度が変わって、うん、ちょっとこの人こんな人いると思って面白って思ったんです。ちょっと分かんなかった。分かんない。待って、そのこのしょんぼりと、はい、その旦那様の実際に感情がしょんぼりが途中で見失ったんですけど、最初金子がしょんぼりしてて、はい、したら性病を疑ってきて、で久しぶりに会ってそういうことをしたらってことですか。あ、フルボッキってことですか。あの初めて、初めてその、まあ、接触があった時にしょんぼりしてたから、あ別にその時にしょんぼりしてたからなんかしょうもないなって思わなかったんですけど、うん、なんか本人はやっぱちょっと元気じゃなかったからみたいな感じで勝手に気にしてたんです ね、うん、でそれですごい下手に出てなんか、うん、嫌われないようにみたいな感じでごめんねごめんねっていう感じで来てたメールが、うん、1週間経って急になんか性病確かにだったんちゃうんですかみたいな感じになって面白いですね、わかります、わかります、それでそのニュアンスすごいと思って、うん、なんか勝手じゃないですか。その1週間の間は別に会ってないから、
向こうの事情で勝手に機嫌が変わっていってしかもその気にし方とかメールの文面とかが絶妙だったんですよ、うん、怒らせなんか最初は嫌われたくないでしゅごめんなさいみたいな感じが急になんか俺の体に傷つきやがってみたいなのを感じる、感じるけど、はい、文面としてはすごくやんわりと頑張ってやんわり書いてるみたいな、へえ面白い人だったから、いやこんな人なかなかいないなと思って。確かに、しかもなんかそれ見たら自分自身もありのままでいける気がしてくるというか、そうですよね、はい、なんかいろんな感情を見せてくれてたから、そう急に、はい、うん、面白い。でそれがちょっとこんな人あんまりいないなと思って、はい、思ったんです。私も面白い人をずっと求めてたんですよ、うんうん、でも女芸人あるあるなんですけど、やっぱ自分より面白い人というかを探すといな い, い, ないんですよね、はい、うん、そうなんです。自分らが面白いっていうよりも自分ぐらいお笑いにアンテナを張ってる人っていないじゃないですか、うんうんうん、でだからみんな彼氏がずっとできないとか結婚できないってなるんですけど、はいはいはい、今の旦那さんが、うんうんうん、まあ、爆裂にそのお笑い見ないし、お笑いのセンス以前にお笑いという文化に触れてきてないみたいな、そういう感じなんや。そうなんです、はい、だからこそなんか面白いというか、なんかコップ、私がコップを置きっぱなしにしてて飲み物も入れてたんです、ちょっと。そしたら、ね、また飲み物置きっぱなしにしてるよって言われて、もう片付けてよ、てかもう髪の毛入ってるじゃんみたいな、旦那が髪の毛入ってるじゃんつって、あごめんごめんって言ったら、なんかその髪の毛を避けながらこうやってスッて飲んだんですよもったいないって言って、なんかそれを見た時に、なんか本当にネタ的に面白い人は現場に行ったら会える、うん、けどなんかこういう天然な自分には絶対出てこない発想って出会えないなって思ったのと、わかります、はい、うん、なんか面白さを求めて付き合ったり男の人選んじゃうと、その他でちょっと厳しかったり。そうなんですよね、芸人だと特に女遊びとか、あー、ショーレースでこう気分がこうなって、なるほど、私まで、私もこうなのに、うんうんうん、2人ともねこうなってうまくいかないなとかありました。ですよね、はい、だからそういう、そう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 、あ、うん、そうですよね、すごい脱線しまくって、いやいや脱線しまくってるんですけど、 いっぱいちょっと聞きたいことをもうちょっと聞いていいですか。ありがとうございます。なんかね、あ、そうだから R1 の話も面白かった。あ、そうそう、自分は決勝に行けると信じることという実にシンプルで超うさんくさいのが決勝に進出するためのコツとかね、うん、これも本当に、はい、もうこれ今正直 YouTube チャンネルであるワンパチ先生とやってるんですけど、うんうん、めっちゃ言ってます、セミナーみたいになっちゃって、いやでも本当そうですよね。いや、そう、意外にみんなこれやってなくて、うん、3回戦行こうとしてるとか2回戦まで行きたいみたいなので、そうするとやっぱその1個手前で終わっちゃうんですよ。ですよね、はい、飛び越えないんですよね、はい、目標をね。そうなんです、そうなんです、うん、そうそうそう、だから本番はまあ8割ぐらいしか出せないから、はいはいはい、 100% でどこまで出すかっていうことですよね。はい、そうそうそう。あ、でもあとこれも面白いなと思ったのが、 R1 頑張り始めると弊害がたくさんあった話も面白かったです。あ、そうですね、なんか無理だよって言ってくる人とか、うん、頑張ろうとするともっと面白い人が現れてダメだって思っちゃうとかね、うんうんうん、頑張ろうとするといろんなことが急に見えてきて、うん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 、でもそのなんかダメだよって言ってくる人は一番本当に良くない壁ですよね。そうですね、うん、耳塞ぎたいけど入ってくるみたいな。でもこの時にセンスが問われるなと思います。周りの誰かが頑張ってる時にいかに気の利いたことを言うかというか、うんうんうん、私も決勝行って、もうこれ本当に分かりやすいんですけど、決勝行って、ダメなんですよね、その、2回ネタやったら、2回ネタやりたいけど、うん、まあ、その初戦で、うんうん、決勝の中で初戦落ちちゃうとなった時に、うん、なんか残念でしたねってめっちゃ言われるんですよ。でもその残念だよねがすごいひどなんか傷ついて、決勝まで行って残念なことって絶対ないじゃないですか、うん、でも割と残念だったね、惜しかったねと言って、えなんでそんなこと言うのってめっちゃムカつくんですよ。でも決勝を経験する人って絶対もう一番面白かったよって嘘でも言うというか、なんか本当にそこに経験と思いやりが現れるなって思いました。だからそこに行くことによって人にかける言葉も変わってきますよね、はい、その
決して残念だったねって言ってる人が、いたわる気持ちがないわけじゃないと思うんですよ。そうそうそうなんです、うん、でむしろ良かれと思って言ってるんだけど、うんうん、でもやっぱそこの舞台に立ってる人にとっては刺さらない言葉なわけじゃないですか、はい、でもそこを経験した人じゃないとかけられない言葉っていうのがありますよね、はい、だからそれもすごい思いました。そのそこに行かないと見えない景色とか感じない感情っていうのがあるじゃないですか、はい、だからこそ私はやっぱりその行ける立てる舞台には全部立っとくべきだと思うんですよ。おー、かっこいい、うん、そうすることによって人にかける言葉とか人に対して持つ感情とかの引き出しが広がるから。いや本当に、うん、なんか R1 の決勝とかダブル決勝決定して基本全部傷ついて終わってるんですけど、プラスになったこと何って言われたらそれだし、うん、それしかないかもしれない、うんうんうん、知ったっていうことだけで、うん、でもね、うん、それを知るっていうのも誰もができることじゃないからめちゃくちゃすごいことだと思います、うん、本当ですか、はい、なんか帰り朝なんか帰り弱いなと思うんですよ、うん、もうちょっとなんか欲しいなって思ったりとかするんですけど、本当にこれだけです。言葉ですね、かける言葉。なんかギャラなんて、決勝のギャラなんてめっちゃ安いんですよ、言ったら。なんか優勝したら500万とか1000万もらえるんですけど、もう全然決勝に行ったって、うーん、エントリーフィー払ってるはずなので。そうですよね、はい、まあ、2000円とかなんですけど、うん、全然数万円で、うん、はい、いやだからね、そこに行かないと分かんないことを経験してる人に対するリスペクトも全然違うでしょ。全然違います。なんかそういうのはすごく大事なことだと思うんですよ。そっか、うん、じゃあそれでいいのかなって、うん、だからそれはねすごく財産だと思います。はい、私はだから本を書くもそうだと思うんですよ、うん、こう本を書いて書くことで途中ですごく辛いじゃないですか。辛いです。で私も、まあ、一冊だけですけど書かせて、まあ、原稿書いたりする仕事もあるから、うん、そういう経験をしてるからこそ刺さるわけですよ。ここまでさらけ出したのかとか、この一言をひねり出すのにどれぐらいの時間かかったのかなとかっていうことを考えるから刺さるんですよ。もしかしたら人よりも刺さるのはそこかもしれないですし。確かに。でも私それで言うと美輪さんの本もジムじゃないんですけどちょっと拝読した時になんかめちゃくちゃいい本だなって思いました。なんか分かりやすく書いてますね。 ありがとうございます。本当にポップな、うんうん、なんか分かりやすさで言うとやっぱり私の場合は他の弁護士さんと違うのはテレビ出てるから、テレビ出るっていうのは分かる、うん、そうテレビに出てる人の書き方だなって思いました。んなんか何ですか、ね、引っかかる言葉パンチラインみたいなのがちゃんとあるから、そういうこととかもだから決して無駄じゃない、うん、なんかいろいろ言う人もいるわけですよ、はい、例えば、はい、弁護士がテレビ出るのどうやとか、ありそうですね、いるし、うん、いるけど、まあでもやっぱりそこでしか味わえないこととかそこでしか会えない人とかやっぱすっごいありますね。そっか、やっぱね、いわゆるこう本当にめちゃくちゃ大御所みたいな人たちがどんだけすごいかとか、そうですね、CM 中とかね、本当ですね、うん、そりゃ正直 YouTube チャンネルのクロちゃんと人狼しようにも参加してくれます、ね、いや参加しますよ。そんなもう喜んでって言って、うん、そうなんですよ。楽しかったけど、だからねそういう風に、まあ、ちょっと いい加減ね2時間超えてきたんでやばい、すごい。そうなんですよ。そうなんです。すごく、うん、乾燥気味で、はいはい、めちゃくちゃ飲み物飲んでるのが、うん、不快に思った方すいません。いや全然大丈夫です。飲み切るぐらいの。いや本当そうですよ、ね。いやなんかすごいこれ中退女子の生き方もめっちゃね、でも嬉しい名言だらけだったんですけどね。あ、よかった書いて。うん。なんかいやだからね、あとね、まあ、いろんな読み方ができるっていうのもあるんですけど、知ってるってすごいことなんだって、はい、これ R1 の話なんですけど、やっぱ知識であり武器なんだっていう、知ってるっていうことがやっぱね自分の鎧にもなるし優しさにもなるし、はい、いろんな風になるんですよね、知るということが。はい、うん、いやそうなんですよね。なんかね本当ね、いっぱいいいこと書いてあんねんな。あとこれも、人の才能を認められる才能くらいは持っていたいとか、うん、いまだに持ってないですけどいやでもこれもすごい名言やなと思って、これも前段の
経験から導き出した答えじゃないですか、はい、でそれもすごくね、あの本当に思ったこととか本当のやり取りとか書いてるのが面白かったです。あ、金太郎そう、うん、のやり取りね、はい、でその後輩に嫉妬するっていう話で出てくる話なんですけど、はい、いやね、後輩に嫉妬するなんか後輩すごい後輩って嫌っすよね。自分よりも歴が浅いのに何やってたんだろうと思っちゃうし、同級生とかもね、同じ生きてるのなんでこんな違うんだろうとかって思っちゃったりします。嫉妬心とか結構どうですか？あんまないですか？私ね、嫉妬心ね、正直そんなないんですよね。素敵。いや、あの嫉妬心ってどこから来るんですかね。コンプレックスって言いますよね。自分が持ってないものに刺激されてみたいに言いますけど、なんかそれだけじゃないんじゃないかぐらい全世界触れるものに嫉妬してる人がありますけどね。はい、なんか嫉妬したまま本当に私人生終えるのかなって怖くなる時あるぐらい。はい、なんか例えば錦鯉さんが優勝した時とかはさすがに違いすぎて、漫才だしなんか歴も倍じゃあるし苦労もしてるかしないですけど、まあ、やっぱ近い人ですよね。女芸人とかですかね。でも普通に例えば峯岸みなみさんご結婚されて YouTuber のあんなお金持ちの人と、で誰しも誰にも祝福されてるのとか見ていいなーみたいな自分結婚してるのとかはあります。あ、そうなんや、なんだよみたいな、なんかどんな生活してるんだよみたいな。そうか、私なんか嫉妬心がねそんなないかな。ね、素敵。いや、素敵っていうか、なんかそれはね多分 なんかのか感情の欠落だと思います。へー、うん、いや違いますよ、たけてるんですよ多分。なんかの感情が欠落してて嫉妬に燃えちゃうんです、うん、だってそこから生まれるもの何もないですもん。そっか、はい、だからそれこそなんか財産っていうか特別だと思います。私ね、でもあのなんていうのかな、そんな別それも多くないんですけど、嫉妬心を向けられたなって思ったことが何回、まあ、数えるほどですけどあって、はい、それがねちょっとやっぱ多分辛かったんだと思いますね。へ、それはもしかしたら今の話で思ったのは、小学生ぐらいの時に、中学からね、私いつ行ったからそんなことなかったんですけど、中学生小学生の時に、小学生の時はだから自分が勉強できるなって気づいた時に、あ、勉強ができるっていうことでちょっと嫉妬されたりするなっていう感覚があって、はい、それがねやっぱちょっと辛かったんだと思います。へ、うん、でそれで自分がされて嫌なことはだから人にもしないっていうことだと思いますけど、よっぽど嫌だったんだと思います、いやよっぽど嫌だったんだと思います辛かったんだと思います。相当嫌だったんですね、うん、そんななんかこう何ですか、野に咲く花のような時代があったんですね。そうですね、そうなんですよ、そうなんですよ、そうなんですよ。だからそんなに、だから他人に対して嫉妬心はないかな。確かに私もでも嫉妬してもそれを怒りに任せて言うとか一切しないです。自分の中で留めておめでとうとか言いますけど、いやーなんかね、ほんといっぱい聞きたいことあったけど、さすがにな、うん、いやいや面白かったな、いっぱいあるんですけど。白いな。いや本当ね、これはね、うん、あーもう私だ、あの決勝にさえ行けば人生一発逆転と信じていたことが、はあ、まあ間違いだったっていう。間違いだったと思います。これね、私もね弁護士司法試験に受かったらね、はあ、一発逆転で、あの人生バンチうまくいくって思ってたけど、はあ、全く間違いでした。そうなんですか。弁護士になってからもうずっと一生勉強ですし。マジで？うん、そうなんですか、うん、勉強することがまだまだあるんですか？全然あります。やっぱ知らないことだらけです。そうなんだ。はい、そういうもんなんですね。うん、なんか美容師さんとかも美容師免許取ったけど何もできないみたいに言いましたもんね。うん、だからね本当に、しかもまあ、私は合格して半年後ぐらい、1年後ぐらいかな、1年間研修行くんですよね。研修行かなきゃいけないんですけど、はい、その研修期間中にそのお笑い好きの彼氏に振られて、はい、それもすごく人生の挫折でしたね。
へえ、いい方でしたもんね。いい方でした。私会ってないから好きですもん。いやいや、まあまあまあ、あのでもね、それで、なんていうのかな、あのすっごい大失恋だったんですけど、でもその人にいろいろ、そのなんていうのかな、その人によって身につけたこと、例えば面白いこと言おうとするなとか、はい、小さいことで言うと、あとなんか何でも面白がるとかっていうのも、まあ その、はい、その時付き合ってたその人に教えてもらって、でそれすごい感謝してるんですよ。でそういうでもあの人とずっとうまくいくは絶対になかったんで。へえ、なんでですか。それ絶対にないです。それはあのね、あ、だから見すぎてるっていうことと、はい、あと最終的にその人は、あの女である私が自分よりも、まあ、それこそ面白いとか、うん、賢いとかは耐えられなかったと思います。あ、それ絶対に嫌だ、うん、無理ですね。だからそれも無理です。多分なんか本当にわかる、この人とどうなるかなって思った時に食い止めるので、そこですよね、うん、それを許すか許さないか、はい、私を女としてなく人間として見てるか見てないかって、はい、めっちゃわかる。だからなんかそのそれもこれ違う時に言ったんですけど、その時に、その彼が、あの、まあ私のことはすごく面白いから、だから男友達と遊びに行かなくても2人で一緒にいたら楽しいって言われたんですよ。でそれはすごい私喜んでたんですけど、それってなんていうのかな、ほとんどの女の人のことをつまらない人だって思ってることの表れなんです。めっちゃわかります、うん、私もちょっといいなと思ってた人に何回もやったんですけど、うん、女の子とこんな仕事の話できると思わなかった、女の子とこの話ができる日が来ると思わなかったみたいな言われて、なんか褒められてるけど、うん、けなされてるっていうか、うんうん、ムカつくみたいな、うん、まず低いハードルで見られてるっていうのと、女自体はバカにしてる、そう、あー、いい、じゃあ一緒にいれないみたいな、そうそうそう、なんか私のことはそう見てなかったとしても、うん、何かにつけて多分女っていうところで、うん、この人は私のことを見てくるなっていうのがあって、うん、無理だなと思いました。そうなんです。だから私がやっぱりその、そうですね、だからすごく教えてもらったことはたくさんあってめちゃくちゃ感謝してるんですよ。でその人にいろいろ叱咤激励されたから試験受かったんですよ。お、私ね本当になるほど、ずっとそうなんですけど、でその時も言われてて、自分ではそんなつもりなかったんですけど、なんかね、手を抜いてるってよく言われたんですよ、勉強する時に。へ、もっとみんな勉強してると、はい、もっとみんな勉強してるのに全然してないと、余裕かましてると、はい、で自分は必死にやってるつもりなんですけど、確かに手を抜いてるわけじゃないんですけど、余力を残してやってるんですよ、勉強に関しては。へ、例えばこれがスポーツとかだとちょっとは違うんですけど、はい、なんとなくやっぱその昔勉強ができた時の感じ、そのめちゃくちゃ頑張って勉強やってるんじゃなくてできたから、そういうノリで勉強してたんですけど、はい、でもね、だから受からなかったのもあるんですけど、はい、その余力を残して勉強やってるとか、まあいろいろなんか言われたりとかして、それでもっと真剣にやれって言われて勉強頑張ったりとかして、でその彼氏のおかげで受かったけれども、その後はじゃあうまくいったかっていうと、まあいかなかったなっていう、ことと、そういうなんかいろいろなんていうのかな、まあ自分にとって大事なことですね、何が面白いかとか、なんかそういうこととかを教えてもらって、自分の何分の1かはその彼の影響で形成されたんですけど、うん、でもまあずっとはうまくいかないし、そっか、うん、いや、その彼お会いしてみたいな、うん、普通に後で教えてもらおう誰なのかまあなんかあんまり誰かではあるんでしょうね。そう、誰かではあるんですけど、だから全然でもめちゃくちゃ嫌われてるんですよ、あ、彼に、あ、はい、彼に分かります。なんか面白い女の人って元からにめっちゃ嫌われてるじゃないですか。私もめっちゃ嫌われてて、はい、全員連絡取れないです。マジですか？最後嫌われます。もう私めっその彼にはめちゃくちゃ嫌われてます。なんか別れ際なんか歯切れ悪いからじゃないですか。いや、てかね、なんかなんなんやろな。まあ
でもまあその彼は教えてくれたことはもう全部ねえ、もういいでしょ、吸い取ったじゃないですか。あ、そうそう、だから私すごく感謝しかないんです、私はね。向こうも分かんないけ ど、そうなんですよ。面白い、うん、でもなんかさっきの弁護士だったら一発逆転で、うん、でも弁護士になっても勉強ばっかりでっておっしゃったじゃないか。でもやっぱりなんか本当に楽して生きてる人なんて、まあ、いるんだろうけど、うん、楽な仕事ってないなと。私も R1 に決勝行ったらもう人生変わって一生売れると思ってたんです、本当に思って、うんうんうん、でもそういう時代だったし、うん、でも賞レースも回重ねたらファイナリストも増えるし、うん、どんどんその希少価値ってなくなるから、そこまで読めてなくて、で芸人になって13年ぐらいですけど、まだこんなへこむのとか、まだこんな学ばなきゃいけないことがあるの、一生じゃんみたいな、こんな辛いの人生っ て。いやでもそうですよね。いやあとね、だからもう こんな時間まで全部見てくれてる人絶対いるんですけど、わえすごい、私がゴールだと思っていた場所は他人からしたら通過点でしかなかった。人は立ち直るから前に進めるのではなく、折れたままでもいいから前に進むことで立ち直るのだと思った。すごくないですか。嬉しい。これはこれすごいですよ。これはね、経験したから出てくる言葉ですよ。おー、それはもうこれ考えて書いてくださいって言っても出てこない。いや本当になんかそのなんですかね、うん、なんか私一時期1個から学んだ99のことみたいなのツイッターに書いてて、うんうん、3つぐらいで飽きてやめちゃったんですけど、うんうん、なんか本当に中折れしてて、うん、もうやめようみたいな時あるじゃないですか、うんうんうん、最中に。でもとりあえずなんか続けてたら、うん、立ち直って最後まで行けましたみたいなのを思い出して、そう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 、すごくいいじゃないですか。そうですよ。時あるじゃないですか、うんうん、なんかもう本当に私多分結構、うん、落ち込みやすいんですけど、うん、落ち込んだままだと何も、あ、落ち込んで立ち直るの待ってたら人生終わっちゃうなって時多くないですか。多いです。ありますよね。だからもう落ち込んだままでもとりあえず進んで気づいたら風邪みたいな感じで治ってるというか、うん、はい、そうそうそう。だからね、すごい今のとかもめちゃめちゃ名言やと思ったし、いやあとね、これタイトルからしてね、お母さんを傷つけて生きていくと決めた日とかね、このくだりとかはねすごいね、いろいろ刺さりました。お母さん問題ありますよね、うん、なんか私これ書いた時に今読み返すちょっと青いなって思ったりもするんですよね、うん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 、結構綺麗にまとめてて、その当時まとまってたんで、うんうん、でもなんか出産を経験したりして改めて母とはこんなにも人生において偉大なのかと、だからそういうやっぱ子供を産んだからこそまたそういう、ね、そうですね、知ったっていうのはなんか美輪さんが、うん、私がその妊娠報告をした時に、うんうんうん、田草彩子さんの田草彩子さんね、はい、田草彩子さんの本、うん、ママだって人間っていうのをいただいてすごい刺さっちゃって、そう、それから田草先生網羅して、ね、すごい多分全部読んだかもしれない。いや多分そうだと思う、うん、いやそういうことしそうやなと思って。あ、本当ですか。全部読んだって言ったら全部読む人だなって思ってたんで、きっと全部読まれたと思うんです。いろいろ、はい、全部読んじゃいました、はい、だってなんなら、分娩台行く直前まで読んでて、うん、あ、すごい、スターみたいになってたら、うん、ピー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 ってなって、うん、赤ちゃんやばいみたいになって運ばれてまだ田草彩子さんの本読んでる途中だったのみたいな感じです、それぐらいドハマりしてました。すごいですね、はい、嬉しいです。母についてすごくね、女の子、母とのカットっていうのはありますよね、はい、なんか女性ね、本当なんか皆さんもおっしゃってますけど、刺さる人は本当に刺さるんじゃないか、刺さりすぎる人もいるぐらいだと思います。私はちょっと刺さりすぎたかもしれない、もしかすると。いやでもやっぱそれは感性の人だからだと思います。本当にあれをああいうそのなんていうのかな、やっぱうちの夫がそういうふうに言うからなんですけど、本当感性は大きいと思います。人生人生っていうかその人を形成する要素として、うんうん、はい、まあセンスとも言うのかもしれないですけど、はい、本当感性だなと思いますね。へえ、持って生まれたもの、持って生まれたものなのかなって思いますよね。めっちゃわかります。でも芸人の中にもやっぱり天才って言います。うん、でも結局努力したやつが勝つんですけど、やっぱ、うん、この人と感性エグいなって人いっぱいいます。そっか、悔しいです。うん、はい、でもしょうがないんですけど、まあ、そうですよね。いやでも私ははい、やっぱ応援してるんですよ。ありがとうございます。え、私の話ですね、うん、もちろんです。
いやだから下ネタのことも中退女子の生き方で出てくるのは、男がこれを言うと男に生まれたからしょうがないになるのに、女が言うと女なのにとんでもねえやつだなになってしまうという話もあったりとかして、うんうんうん、本当にそうだなと。性欲の話、いろんなね、やりたい時はやりたいなっていう。いやそうですよね、絶対にあります。うーん、なんかだからそういうこととかもなんていうのかな、まあ、言わない人多いですよね、はい、言わないだけで結構みんなあると思うんですよ。なんか分析しないままもう生きてる人がほとんどな気がします、うん、確かにそうですね。変だな、うん、で変だなとも行き着かずに、もうしんどい、もうなんのしんどい、うん、で耐え抜いていくみたいな、なんか小学校 の閉鎖された空間ばりにもうこれがこういうものなんだって信じて疑わない。そうですね、から、うん、なんか本当に例えば私も20代の時に美輪さんみたいな人に出会ってたら、うん、もっと結婚願望、うんうん、結婚についての考え方も早めに自分らしく捉えられてたと思うし、うんうんうん、出産に対してもって本当に思ってるんですよ。うーん、ねえ、いやなかなかね、なんか結婚したら全てを手放して家庭に入って、うん、っていうのが当たり前だと思って生きてて、そうか、型にはまっていくからしんどいですね、うん、じゃなくて自分の型って絶対あるじゃないですか、うん、人数分あります、あるけどそれが許されるっていうことを教えてくれる存在な気がして、皆さんって、いやいやいや、だからね、本当になんていうのかな、女性の方がどっちかっていうとそういうルール多いじゃないですか。多いです。だからそういうところから自由になって生きていくべきだと私は思っていて、はい、でも私も結構すごい迷走してたんです。10代の頃はそういうルール、はい、女だからといって課せられたルールが嫌すぎて逆張りしてて、ほとんど坊主みたいな髪型。逆張りそういう子いた、坊主の人いた、今坊主にする女いた、いたでしょ、あれ私です。未だに、よさちゃんなんであの時あんな髪型してたんとか、あんなファッションしてたんって言われるんです。あの松竹にたぬきご飯の堀ちゃんって大学の時坊主でした、はいはい、あの子は横浜の国立横国にて頭いいんですけど、あれ逆張りだったんだ。多分そうなんですよ。いたいた。でだからそれもあの髪の毛伸ばして女の人らしくするようになったのは、そのさっき言ってた元彼の影響です。可愛くしたら可愛いんやからみたいなこと言われて、はい、可愛くしみたいなこと言われて、そしたらもうあの生きやすくなりました。意外に自分はそういう肩にはまっていくことが生きづらくなると思ってたのに、あの外見とかに関しては一般的なところに合わせていくことで、はいはい、すっごい楽になりました。あー、そうかそうかそうか、あのありますよね、あの美っていうか、はい、そのね、それこそ感性じゃないですけど、そのプロたちが作って、うん、なんか提示してるものって結構イケてますもんね。でもすっごい楽になりました、はい、し自分はだからその自分らしく生きるだったら私何でもいいと思うんです。その、はい、だから私はだから髪の毛長い方が楽です、もういろんな意味で。すごい。で普通に綺麗にしてる方が自分は楽ですし、美しいしねっていうところですよ ね、はい、似合ってるし、うん、だからねすごい、それそういう女だからこうしろっていうのは嫌すぎて逆に自分でもっと生きづらくしてたんですよ。あ、変な人だと思われるから、それだけで。はあ、そっか。それは自分望んでることじゃないんですよね。変な人と思われたいわけじゃないから。わかる。私も変なことしてました。ブルマ履いて変なでっかいリボンつけて、はいはいはい、私は変です、芸人なのでこうあるべきですみたいなそれもすごい、なんか画像出てくるんでよかったら検索してください、ね、え、だから今度ブルマ、あ、そうです、こういうのブルマで、はい、いやそう、だからそういうのとかも、そうなんだ、うん、そうなんですよ。なんか宮さんはでもいろいろありますね。高学歴も一個あるから難しいね。いや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 、だからね、そういう風にいろいろ自分の人生とあのオーバーラップする部分がそのありすぎて、あとね最後ね旦那さんのこととかもね、
旦那一筋なのをもっと褒められてもいいって。私もほんまにそう思う。ですよね。浮気しないのは夫のことを愛してるからっていうか、うん、夫のことを大事にしたいから。そう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 。ちょっとこの人とやりたいなって思う人正直何人かいますけど。私、私はいないですけど。あ、本当ですか。いやでもね、テレビ見ててかっこいい人いっぱいいますよね、うん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 、いるけど違うんですよね、うん、あの性欲がないからじゃなくて、あるけど、あの 壊れるものが、失うものが多いからやらないんですよね。そう、それ褒められたいですよね。褒められたいです。なんか私たち性欲ないみたいな、うん、大前提として浮気しないものみたいになってるけど、違う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 、同じぐらい、むしろあなたたち男の人以上に、以上に、なんなら以上にめっちゃ脱がしてますもんね、頭の。あ、わかります、わかります、ね、はい、脱がします。で、ちょっと脱がしてるか、ね、脱がすっていうか、そうそうそう、あの、わかります、あの上には なられてますよね、はい、何回か何回か。本当絶対そうですよ。いや本当にそうなんです。なんかそのおい、なんかね、私たちだってね、二度見しますよね。二度見しますって、うん、でって、うん、なるじゃないですか。なります、なります。そういう、でも抑えて、はい、夫一筋なのはすごいことですよね、うん、もうちょっと、いや本当にすごいことです。だからここだけ色違うちょっとあの濃い色ちょっと茶色い。そう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 、他は黄色なの。そうなんですよ。これだけちょっと皮の色ですもんね、うん、そうなんですよ。本当に面白い、うん、だからねとおかしい。だからすごくね、これもう、いや中退女子のだからね、これはあの本当にもっと読まれるべきです。おお、うん、これでもどういうあれで書いたんですか、中退女子の生き方は。いや、これなんかもともとアメトークとか、うん、しくじり先生で高校中退芸人っていうのを出させてもらった時に、うん、そのタイミングで私いつか本出したいってずっと言ってたんですよ、うんうんうん、なんでこれが最初に確か決まったんですよね、うん、そしたらその、取材を見た出版社の方が、最近芸人さんの本熱いんでブルマさんもどうですか、うん、高校中退するの、中退のことでってなって、で最初はなんか高校中退者に向けてだけ書くって話だったんですけど、うん、やっぱそれこそ世の中に向いてる矢印に沿っちゃうんですよね。高校中退っていうものはどういうものかとか、うんうんうん、正しく生きるっていうことはこういうことだ、うんうんうん、っていう方になぞって書いちゃうんです。超つまんない本が出来上がって、うんうん、一回出来上がったんですよ、うん、でもだけどこんなのお金もらえないみたいになって全部消して、自分が出してる矢印を書いたんです。それこそ美輪さんがさっき言ってた。そしたらスイスイかけて、もうスイスイみたいな、うん、スイスイスイみたいな、書いてる途中ポロポロスイスイみたいな感じです、うん、あ、すごいすごい、そうなんや。なんか本当にそれこそ誰のためでもなく自分のためというか、うんうん、なんかで友達に言われてすごいグッときたのが、私こんな自分のために書いていいのかなみたいな、自分が思ったことを書いてるだけなんだけど、つったら世の中には似てる人がたくさんいるから、自分の思いのままを書いたら確実に共感してくれる人がたくさんいるよって言ってくれて。その通りです。で、あと本のたまたま開いた本の一節に、自分が街を歩いていて、うん、着たい服とか読みたい本とか見たい映画がないとき、それは自分が何かを作るときだっていうのがあって、こういう本がもしあったらどうかなと思った時、自分だったら読みたいなと思ったんで、うん、書き続けてみました。すごいです。本当ですか。これ本当にいっぱいの人に読んでほしいんです。私、ありがとうございます、うん、まさに似てる、似てる全然違うそんな、それこそ逆ですもんね、中退女子と真逆の言葉ですよ、東大卒。いやいやいや、 でもそういうことな気がしてて、なんていうのかな、やっぱ自分を貫き通すと、例えば勉強する方向に行くと、まあ、東大に行ったりもするし、中退したりとか芸人さんになったりとか、どっかでなんかつながってる気がするんですよね。あ、うん、けどそうですよね、不思議だなって思う時ないですか、うんうん、なんで ここで交わったんだろうみたいな、うん、そう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 。だから私のそのわかります、その芸人さんに対するリスペクトとか、はいはいはい、わかります、あの表明する機会がなくて、はい、今日表明できてすごい嬉しいですもん。お、うん、でもそれは多分
みんな感じてるんじゃないですか。なんで美輪さんこんな体なんかする必要ないのに結構身を削るじゃないですか。で身を削ってるんじゃなくて なんていうのかなもうリスペクトなんですよね。ちょっとでもなんかお役に立ちたいみたいな感じなんですよ本当に。それで変になっちゃう時もあるけど、だいぶ変なんですけど笑ってるんですけど。いや素敵、芸人は多分みんな好きですよね、うん、好感持てるというか。いやいや、で、だからやっぱもちろんねその出てる番組は全然違うからあれなんですけど、うん、テレビってやっぱその面白箱じゃないですか、はい、で私昔テレビ見ててあの鶴瓶さんいるじゃないですか、はい、鶴瓶さんが、テレビなんかな見るもんちゃうんや出るもんやって言ってあって、素敵。それがねすっごい残ってて、はい、でそれで私も大好きだから、うん、いつかテレビ出たいっていう、まあ、いろんな理由があるんですけどね。で、うん、その鶴瓶師匠とあったんですか。ありました、ありました、あの番組で、ね、あの、はいはい、そうか言っても松竹ですもんね。そうですよね、はい、そうそうそう、携帯というか本当ね、あとね、うん、多くは語らないですけど、はい、これもすごく刺さった一行、うん、はい、私はこの傷のおかげで今もなお無傷で済んでいるのだっていうところは刺さりました。うれぴうれぴ、うざ、いやいやいや、うん、本当なんかあるんですかそういうの。あのいろいろありますねやっぱりね。あそうなんですね、そうか、そうなんですね。やっぱみんな一生懸命生きてますよね。そう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 、ね、これはねすごくねいい話でした、うん、本当に。もう私もね、本当なんですかね、危ないこうなんていうんですか、綱渡りだな、人生綱渡りだなと思うんですよ、うん、でだから自分のことを別に偉いとも思わないし、うん、たまたまめちゃくちゃにならずに済んだだけの人生だなと思ってて、うん、でもそういう人もいっぱいいると思うんですよ、はい、その危うい綱渡りでうっかり踏み外す人っていっぱいいると思うから。本当ですね。でもそうだなと思ったんです、これ読んでて。うるまさんもそういうふうに思ってた時期があったんだなと思って。はい、うん、なんかそうですね。いや本当すいません、なんか長々と喋らせていやけど、これ私もやっぱ最近やっぱ思うんです。私これ手術痕、手術痕の話なんですけど、手術痕結構ガッツリバーっとあるんですよね、うん、でだからグラビアの話とか来てもまずやりたいやりたくないじゃなくてできないんですよね、うんうんうん、傷があるからっていうのがあって、もしこれがなかったら結構いろいろやってたな芸人になる前に。例えば、うん、危ないスカウトいっぱいあるじゃないですか、うん、分かんないまま脱いじゃおうかなみたいな、うん、でそれを本気でやってる職業の方もいるんで、それを否定したいわけじゃなくて、したくないのにそういうことをしてしまったっていうのが起きあり得たなっていう話なんですけど、でたまになんか仕事とかでここにコンシーラーを塗って隠すんです、うん、そうすると綺麗な胸元になるんですよ。そうなるとなんかすごく自分が女だ、うん、女体だってなって、うん、吐きそうになるんですよね。そうなんです。だからなんか自分自身はなんだろうな、もちろん女性な、自認してるせいも女性なんですけど、でもどこか女性じゃないというか、はい、なんか女性らしく、なんていうのかな、はい、なんかあくまでこの傷ありきで、これも一つのなんか性じゃないですけど、自分自身人間の特徴として一個あるマイノリティ、マイノリティ、うん、まあそうなんでしょうね、はい、なんかあるんですよね。これあり機能人生なんですよね。不思議なんです。後天的な病気なんです。先天的な病気なんですけど、後天的にできた傷で、うん、そうですよね、はい、だからそういうのもやっぱすごいなと思った、そういうのも書けるのがすごいなと思いました。あ私はねやっぱりね、自分もすごい似たようなことがあるけど、はい、ここまで書けるかなっていう読み方をしたんですよ。へー、さブルマさんすごい書くなと思って偉いなと思ってまあ、ね、え本当ですか、うん、でもねそれはねすごく立派なことだなと思うんですよ。それは例えばね、なんだろうな、格闘家とかがリングに立つみたいな感じのかっこよさを感じた。私はねこの本ちょっと書きすぎたなっていうとか、あそうなんや、結構ちょいちょいあって、あそうなんや、なんでここまで書いたんだ、うん、傷に関してはないんですけど、うん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 、ちょいちょいあって、うん、読んでいただいたらなんとなくわかるかもしれないですけど、ちょいちょいあるんですよね、うんうんうん、なんか書かないから
いいっていうのもあるじゃないですか。この人はもっと、うん、もっと知りたくなる良さみたいなのはゼロなんだけど、読んだらもう私という人間が大体わかるから、その面白みはなくなっちゃったなと思うんですけど、でもなんか毎回この本を出すのが最後だと思って、うん、本田さん書いてるから、まあまあまあ絞り出るところまで、いやすごいわ、これは何も出ない、まあ、精子が最後水になるぐらいのところまで書いたっていうのがあります、ね、いやだからこれ本当にわあ、ありがとうございます。僕の人にはどうしいな、あ消えちゃった、消えちゃったな、すいません、いやあこんなすいません、本当気持ち悪いでしょ、いや気持ち悪いっていうか面白いです、うん、なんかこの面白さ初めて経験しました。あ本当ですか、なんて言っていいか分かんないです、だからだからなんか違いますよね、だから私あの本当なんていうのかな、だから自分で言うのなんだ、すいません自分の話して、あの面白さが分かりにくい人種だと思うんですよ。いやそうですね、うん、なんかあの自分の話しちゃうんですけど、ちょっとそういう部分は似てるかもしれないね。だからあのなんか分かります、分かります、うん、はい、なんかあのいけすかない感じで思われちゃうんですよね。そう でも違うじゃないですか、で、はい、その面白さがちょっとニッチすぎるっていうか、まあ、私はねそうなんですけど、ブルマさんもっとあのあれですけど、いや私もやっぱ女芸人の中に入ると今はまあ大体会う人は分かってくれてますけど、いけすかないちょっとあの面白い、なんかクラブでなんか変な男に面白いって言われて調子乗って芸人になっちゃったんでしょって思われがちだったから、はい、難しいですよね、はあ、そうじゃないですよね。でもそういうのって本当もう10年ぐらいやって本当に好きなんだって分かってもらえるぐらいの厳しい話なのかなと思いますけど、なんか人生って厳しいっすよね、厳しくないですか。辛いです、辛いです。美輪さんでも辛いです。いやだからもうあと何十年もこの辛さを抱えて生きていくから、うん、面白いことがあった方がいいなと思ってやってるんです。自分が面白いと思うことをやってるんです、 YouTube、うん、私も YouTube やります、習って、はい、なんか産後を言い訳にやってないんです。いやいやいや、まあ、発信したいことがあんまりないっていうのもあったんですけど、この前男友達に奥さんが産後で辛いってずっと言ってきて、本当にそれ分かるし僕も一生懸命やってるんだけど、1年経つんだよね、産後産後って戦後みたいにいつまで産後なのって言われて、あ確かにみたいな、まあ、そうだな、そういつまでっていうか一生産後じゃないですか正直、はい、あのね、あのエピソードずっと語ってたいからでも確かに戦後じゃないんだからさみたいに言われると、まあまあまあ確かにねみたいな、それ面白いなと思って、うーんすいませんでもなんかなんていうのかな、産後は産前でもありますよ、私そう後悔してるのは、第一子産んだ後にもう一人産むっていうことがなかなか考えられなくて、はい、すごい辛くて、はい、でも結局欲しいってなって、でもまあだいぶ手遅れっていうか、だいぶもうそもそも第一子産んだ時39歳なんで、辛かったですね。うーん、で今初めてだから産後っていう感じがしてます。要するに一人目の産後は産後って思ってたけど産前だったんです、産む前だったんです、第二子を産む前の期間だったんですよね。そういうことですか、はいって思って、うん、なのに産後で辛いとか言ったけど、辛がってる場合じゃなくてもっと第二子に備えればよかったって後悔したから。本当ですか、うん、目から鱗だ。だからなんか第二子を諦めた話もいろいろな人も友達とかも、まあタイムアップっていうか年齢的に無理になる場合もあるし、まあ例えば不妊治療で経済的に無理になる場合もあるし、あとはね単純に体力的にとか経済的っていうのはそのこれからこの一人目の子を育てていくのにかかるお金のことを考えて無理ってなることもあるし、そうですね、あと時間っていうかその見てくれる人がいるね、はいはい、そうですそうです、確かに。でもなんかどうしても私は諦めが悪くて、で第2子ができるまで時間かかったんですけど、あれですね、第1子を妊娠する前はすごい元気だったんですよ、うん、でも第1子を産んだことでなんかもうちょっと使い果たした感っていうか、そうですよ、なんかエッセイにも旦那様そうなんですよ、でそれで
やっぱその産後の体調を戻すための努力っていうのを怠ったことが第二子、時間かかった原因の一つですね。でもその第一子がすごい大変だったわけじゃないですか、うん、それでも絶対第二子が欲しいっていうのは何なんですか？あのね、でもいろいろあるんですけど、やっぱその第一子が、まあ、可愛くて、はい、この子兄弟いたらどうなんかなって見たかったっていうのもありますね。そこですよね、兄弟はねっていうのと、あとなんやろな、なんかその第一子の時にうまくいかないことが多くて、もうちょっとうまくやりたかったっていうのも正直あります。それ私もすでに思ってます。なんか新生児にのあの子に会いたいみたいな、この子に会いたいっていうのがあって、大変っていうかかわいすぎてどうしていいか分かんなくて、うん、で新生児があんな一瞬で終わると思ってなくて、まあ、そうですよね。そう、あとあんなに尊い時間だと思ってなくて、うん、今もうすごい可愛いんですけど、振り返るとやっぱ生まれた瞬間が、うん、一番可愛かったなって思う。あ、そうなの。あの素っ裸の目とかなんか開いてなくて、なんか粉とかいっぱいついてる時のコニーってなってんのがやっぱり未だにこなんか一番、まあ希少っていうのもあると思うんですけど、あってもっと眺めとけばよかった、あだこうだ考えないでみたいなのがあって、なるほど、ね、マジ勝手なんですけど。そうかそうか、なんかそうか、そういう、うん、ありますよね。なんかなんかちょっとセンチメンタルとかエモーショナルな気持ちになってるし、ね、子供って不思議ですね。不思議です。でも本当にあの第二子無事に産むことができてよかったんですけど、いや本当かっこいいです。なんかあとはなんていうんですかね、その諦めの悪さが私の場合はですけどね、あの良かったのかなって、もっと諦めずにいたのが良かったのかなとは思いますけどね。45歳で妊娠されたと。そうですね、45、はい。体力的にはどうなんですか？その体力的にはしんどいですけど、なんか、まあ、今だから言いますけど、妊娠するちょっと前からキックボクシング始めて、ほう、臨月、はい、まあ、臨月もちょっと手前ぐらいまではあの緩くねキックボクシングもしたりとかしてましたね。私も妊娠する前キックボクシングやってたな。あ、本当ですか？妊娠してすぐやめちゃいましたけど、座り合いとって結構ずっと。あ、そこそこ、はい、そう、結構ね、いろいろ。そうなんですね。あ、すごい、3時間やばいやばいやばい、そう、キレとはいえ超対策、ね、ありがとうございます。いやいやいや、全然全然、いや、こちらがです、むしろ。いや、本当ありがとうございます。いや、本当に、ね、ありがとうございます。こんな感じで、いや、ありがとうございます。なんか美輪さんみたいな人がこの世にいるっていう、いやいやいや、もうあの本当に全然、もうやっぱり、はい、芸人さんリスペクトなんで、これからちょっとめっちゃ言うじゃないですか。いや本当に。でもそれ思んない芸人もいるじゃないですか。でもね、やっぱ私はですよ、面白くない芸人さんもいるかもしれないですけど、でも私あの芸人さんに恐れ多くてなれないから、逆になってるだけですごいと思ってます。あ、でも、うん、その話も分かります、うん、あのすごい分かります。だからね、あのでテレビ出るようになってその思いを強めましたよ。へえ。だから正直テレビ見てて自分が思んないと思ってた人もめっちゃ面白いわけですよ、現場とか行くと。すっごいわかるね。うちもテレビ見てて、見たよこのポップな野郎って思うけど、うん、一緒にやるとすごい短くていいコメント言うじゃんみたいな。そうで、えー、ってなって、そう、シンクってこと言えるんですよね、そういう状態。テレビ出る前の自分ボコボコにしたいですよね、はい、本当に、はい、っていう風に思ったから増しました。はい、ウレピーということで、なんかウレピーって多分数えてる人いたら、ありがとうございます。本当にあの今日のゲストは長々とありがとうございました。こちらがです、今野ブルマさんでした。ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。いや本当ありがとうございます。